久しぶりに彼女に会いに行った。おかえり。ただいま。キコーナ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。本日は、キコーナチャンネル木曜日ということで、キコーナ吹田店からの生放送になりますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、ゴリヤマ店長ですか？はい、もう今日から僕一人になりました。あ、そう、はい、店長になったの？いや、そんなこと怖くて言えないです。怖くて言えない。嘘。店長だったってさっき聞いたんですけど、嘘ですか？特別ゲストでね。え、特別ゲスト？え、ゲストいてんの今日？おいゴリラって言ってますけど。ゴリラ速攻俺物語って言われてますけど。いやー、早いな、いじられんな。早いな、また身内から怖いなっていう感じですけどもね。皆さん待ってたでしょ。待ってた。あ、ゴリヤマ店長こんばんはって言われてますけど、こんばんは。はい、じゃあ店長は吹田の告知してくれるんかな。やってくれるんですかね。え嘘。だって後ろにこんなにたくさんポスターあるじゃないですか。いっぱいあるんですよ。じゃあちょっとそっちから右から行こうよ。教えてくださいよ。はい、そうですね。はい、先行きましょう。じゃあ告知、1月の20日ですね。はい、最新台として入りました。はい、パチンコがですね CR0。 あ、0、はい、アマレジですね、これね。アマレジになりますね。はい、で、あとスロットに戦国乙女2、はい、あ、戦国乙女2とガンダム、はい、が入りました。あ、導入済みということ で、まあ、こちらも、はい、新台ほやほやですから ね。今週の月曜日から稼働開始になってるのかな、全体的にはね。そうですね、はい、はい、吹田店も、導入済みということで、これ各何台入ってるんですかね。はい、ですね、はい、ゼロが、おいおいおお、店長、店長マジかお前。店長、そこはゼロ何台？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 試されてるよお前。いや、俺に助けを求める。ちょっと勘で、勘で言ってみよう、勘で言ってみよう。ゼロな、あ、あって店長2台、あ、2台ですね、はい、あ、2台になります。あ、いっぱい来ましたね。はい、じゃあちょっと他、戦国乙女教えて。戦国乙女が5台ですね。5台、はい、じゃあガンダムも5台、5台、導入済みということで、なんでゼロだけわからなかったやろ。よくわかんないですけどね。あと真ん中、リフレッシュオープンということで、こちら1月22日ですかね。これはですね、ちょっと後に回します。はい、あ、後でいいの？はい、はい、今はちょっとうち吹田店の。あ、そっかそっか。あ、そうか、そうですね。よう見たら西淡路って書いてたもんね。順番がおかしい、順番おかしい、おかしいね。はい、今日西淡路お休みやから。そうです、お休みです。はい、宣伝しようかってことかな。また後でじゃあやりたいと思います。まあ、とりあえず吹田店は信頼は導入済みということで、あとこちらですね、北斗とバジリスクが。そうです、あの地域最大級30台と24台。すごいでしょ。多いですね。24、今バジリスク絆めちゃめちゃ高騰しますけどね。台手に入んないですけども、地域最大級の30台。30台、いや素晴らしい。いや北斗のね、友もまだまだ、人気機種ですので、はい、ぜひあの絆、友を打ちたい方は吹田店来ていただけたらと思いますので、はいはい、遊びに来てくださいね。皆さんよろしくお願いしますね。お願いします。はい、まあね、1月に5年目突入になりましたね、吹田店ですので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ミリオン絆って、あとなんかね、東部エリアもなんか告知しとけっていう風にちょっと言われたので、はい、ここでそうなんですよ。あのもうね、ニコ生はもうキコーナチャンネルね、何でもええやろって感じで言われたんで、キコーナね、東部キコーナも1月23日ということで、はい、はい、あのぜひ遊びに来ていただきたいという風に聞いておりますのでね、よろしくお願いします。なそこかぶせるようにですね、はい、ここあ、かぶせていきますか。ここ、はい、ここもね、はい、ドドンということで。そうですよ、明日ですよこれ。あ、西淡路、明日もう今日になるんですね。そうですね、日付変わりまして、はい、ここね、リクレッシュオープン、はい、はい、店長ぜひ来ていただきたいって言ってた。これはあの子連れ店長ですね。あの西淡路の、そうそうそう、昨日あのちょうど会社説明会に出ていただいたんですけど、はい、見ました。はい、まあ、そちらの、西淡路の、ね、白石店長が、はい、リフレッシュオープン済みということでお待ちしていますということでね。はいはい、これちょっとね、はい、ぜひ本当に行ってください。これこれポスターかっこいいですよね。でしょ、これちょっと、鳳凰というかね、フェニックスかな、はい、店長の思い入ってますからこれ。あ、そうなんですか。見てもらったら分かるように、はい、どうせやったら店長の絵絵描いたらよかったのにね。画伯の絵でよかったかなと思うんですけどね。うん、かもしれない、ね、ぜひ1月22日は、はい、西淡路も来ていただきたいんですけど、吹田も来てくださいね。はいはい、もうそうですね、ここ行って、はい、やっぱり吹田行こうかなと思って、はい、吹田来てください。はい、はい、よろしくお願いします。とりあえず明日は西淡路、はい、絶対、はい、
はい、店内見に行ってもらったら分かると思うんで、そうですね、はい、ぜひ行ってください、ぜひ遊びに来ていただけたらと思いますので、はい、お願いします。あとすいません、神戸のね森店長からちょっと宣伝してくれって言われまして1月22日、キコナグループ神戸播磨エリアも10店舗総台数5690台ということでね、まあ、こちらも、大規模な店舗もたくさんありますので、ぜひ、兵庫エリアもよろしくお願いしますということで、いやもうなんかねいろんな気候になりすぎてどこ行ったらええねんって感じなんですけど、ね、一番来てほしいのはスイタですね。はい、そうですね、はい、ぜひ来てください、はい、皆さんよろしくお願いしますね。早口でざっと行きましたけども、うん、はい、じゃあ今日は、一応ですね、スロットを打つということで、はい、ガンダム覚醒と、孫悟空乙女の新しい台かな、はい、こちらをちょっと打っていくというふうに聞いておりますが、誰が誰、どれを打つ感じですか。僕は乙女です。あ、乙女、はい、いや僕も乙女です。乙女、うん、乙女っていう顔じゃないんですけど、まあ、間違いなくゴリ山って顔しますけど。じゃあガンダムで。あ、ガンダム。え、ちなみにガンダム詳しい？ガンダム、そうですね、ちょいちょい売ってましたけど。あ、ちょいちょい売ってた。はい、はい、ちょっと今新しくなってからちょっと売ってないので。あ、ちょっと、はい、まあ、前作ちょっと楽しみにしてますよ。え、1年ぐらい1年ぶりぐらい、もうちょっとぶりか。もうちょっとですね。そうですね、あの久しぶりな感じですけどもね、はい、まあ、今回ビスティのね新しい筐体ということで、はい、あと戦国乙女も、これも、1年ぶりぐらいですか。ですかね。ですかね。そうですね、そうですね、あの筐体はあのルパンと同じ、はい、ガルパンと同じね、あの、はい、でっかい液晶になっておりますので、はい、はい、あのまあ今日はねミッションの日ということで、まあミッションをちょっと考えてもらおうということで、はい、店長スタッフさんと一緒に考えていただいたはずなんですが、今日はミッションどうしましょう。じゃあとりあえず一撃500。お、一撃500、はい、一撃500は乙女はいけそうですね。あ、いけそう、うん、ガンダム、ね、ガンダム結構厳しいですね。1.5 なんで一撃500ね、はい、とりあえず一撃500、うん、あとどうします。3人で2箱いける。いやちょっと厳しいけど、まあ、さじ加減一つですけどね、2箱どれぐらい詰めるかと、うん、じゃあとりあえずじゃあ2箱いきますか。え、勝ち盛りでですか。いや普通普通勝ち盛りじゃない、普通勝ち盛りちょっと厳しいから、あ、厳しい、はい、あ、わかりました、はい、じゃあ、とりあえず、2箱目指すということで、はい、あと3つ目がじゃあフリーズいきますか。フリーズ、フリーズ2時間でフリーズ厳しいな。いやフリーズ、これで引いたらかっこいいです。いやフリーズは絶対無理やと思ったんで、ね、乙女チェリー引くっていう。あ、乙女の方はね、どうしようかな。まあ一応、3つのうち2つ達成すれば、うん、あの罰ゲームは回避できますけどね。昨日の罰ゲーム見てるんでね。おお、そうね、ラップ中でしたね昨日はね。はい、いやいやなかなか香ばしい、香ばしいですけどね。やる前から。そんなんちょっと前振りやめてくれるなんかやらなあかん雰囲気になってくるやん。いや尊敬する部分が多々まあ、 あれはね東部エリアはちょっとね特殊ですからね。はい、まああのどうしますかね。じゃあ激しくって言ってますけどね今日もラップ中言われてますけど、あ、上乗せ特化ゾーン出すとかにしようよって言われてますけど、じゃあどうしますか。上乗せ特化ゾーンどうやったかな。ガンダムがちょっと私分かんなくてですね、それかまあエピソードボーナスとかね、うん、そんなのもありますけど、うん、いやでもフリーズみたいな、まあ、完全にカンニングのね、うちのそうそうそう、ちょっと大分かってない、フリーズみたいな。いや僕乙女ね、ちょっとね分かってないんで、はい、あ、そうですか、まあ、ね、乙女は小日林さんがちょっと、はい、もうちょっと得意ということで、いやもうダーウィンもやりまくってますんで、はい、はい、じゃあ分かりますね、大丈夫ですね。大丈夫です。はい、フリーズ厳しいかなって。あ、天井到達どうって言われてますけど、天井行きますか。じゃあそれ絵面的に大丈夫ですか。うーん、おーんって感じですね。あ、安定やなっていう感じですね。さすがキコちゃんって感じですかね。はい、じゃあ天井行きますかね。はい、はい、じゃあ一撃500枚、3人で2箱、はい、で天井到達ちょっと今日ミッション甘いような気するけど大丈夫かな。じゃあこんな感じで、まあまあ、やっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしま す, お願いします。じゃあ早速大移動しますか。はい、はい、お願いします。お願いします。どうしようかな、やっぱりね、うん、じゃあ僕手前で、手前で、はい、じゃあ店長が奥かな。後ろちょっとねカメラありますんで配線と気をつけてください。僕が奥、手前、僕手前、奥行きます。ちなみに今日の、台の感じは一番上な感じですか。そうですね、はい、はい、片手と、一本って感じですかね、うん、はい、そうです。よし、じゃあ行きますね。あ、後でねちょっとカメラ持っていきますのでお待ちください。じゃあ、早速ね、ガンダム乙女、2機種でやっていきたいと思いますので、ね、ミッション3始めたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。佐藤、
あ、プレミアミッションでフリーズ行こうって言われてますけどね。いや、フリーズ行ったらもう文句なしでしょう。文句なしですね。あ、いや、本当に引き強いなと思いますけどね。なかなか2時間で ね出せないんで。僕引き弱いんでね、いつも。はい、おー、そうですね、ちょっとね、あのガーリン店長は前回もそうでしたけどね。そうなんですよ、引きがないんです。引きがちょっと弱かったですね。ダメなんですね。いや、またスロットに変わったら変わるかもしれない。あ、そうそうそう。じゃあちょっとね、ちなみにあの戦国乙女ですけど、店長は前作とかはもう打たれてたんですか？いや、打ってないんですよ、あんまり言うほど。あ、打ってない、はい。でもめっちゃ打ちたいって言ってましたけど。いや、だから打ちたかったし。あ、なるほど。あ、萌えが好きだからとかじゃなくて。いや、ちょっと、はい、それもある、それもある、はい。あ、パチンコは打たれてたんですか、乙女？パチンコはだいぶ前ですね、でも、はい、結構アマリジとか。あ、そうですね、面白かったですけどね、はい、戦国乙女、はい、人気機種ですけども。いや、乙女は面白いですよね。面白い、はい、そうですね、スロットも結構人気ありますからね、はい。まあ、今回この、将軍がちょっと変わっちゃうのかな、なんかあのすごい悪い顔しますけど、パネルでは。そうですね、ソーリンが。そうですね、ちょっと悪い顔になってますけど、ね、ちょっとブラックになる。そうですよね、前まではすごいあの気高い感じの、はい、はい、小生って感じでしたけども、今回ちょっと変わっちゃうということでね、その辺もちょっと一緒に見ていきたいなと思うんですけども、はい、そう、私普段ねプライベートあんまりスロット打たないんでね、最近ちょっと仕様がだんだんちょっと分からなくなってきてるんで、まあ、その辺はあの乙女に関してはね、小日林さんが詳しいということで、はい、まあ、いろいろ熱い演出とか教えてもらえたらなと思いますので、多分見てすぐ分かります。あ、見てすぐ分かる、はい、分かりました。じゃあその辺もちょっと教えていただいてね。お、これは熱いやろうっていうのはすぐ分かります。あ、じゃああって言ってください、ね、はい、はい、多分ガーリン店長も分かってないと思うから、はい、僕ね、これ純粋に楽しんでますよ、はい、あ、純粋に楽しんでる。あ、いや、ガーリン店長もダーウィンすればよかったのに。いや、ほんまや、もうちょっと遅いか。遅い、はい、あ、なかなか店長来なそうだねと言われてますけどね、はい、6で店長で5倍ハマり以上だよと言われてますけどね。いや、もう店長ちょっと頑張ってください。じゃあね、はい、6で天井はかなり難しいかな、うん、フリーズから10連以上とかにしようってね、だいぶハードル上がってますけどね。高いじゃん。店長が天井担当やなって言ってますね。間違いないですね。いや、僕任せてください、ね、もう得意ですから、はいはい。じゃあね、今日もコメントたくさんいただきまして、今日ね、なんかまだ 10分ちょっとしか経ってないんですけど、もう200人ぐらい来てますね。あ、おいおい、はい、ありがとうございます。やっぱりあれかな、あの信頼見たかったのかな、ですか、ね、はい、いやー、ちょっとプレッシャーかかりますけども、ちょっと頑張って、はい、ちょっといいとこ見せてくださいね、はい、はい。ダーウィンは1時で締め切りって言われてますけどね。あ、そうなんだ。じゃあ1番で、まあ、昨日は店長集結お疲れ様でしたということでね、あの昨日は、特別編ということで第6回、東部エリアの店長集結やりましたけど、いやー、すごいわちゃわちゃしましてね、結構大変でしたけども。はい、小日林様、これですね、乙女カットイン来た、これですね、萌えカットイン、もうこれ激熱、ちょっと早いな自分、はい、もう暑いですね、はい、ただ今スイカ、はい、だったので、あ、ちょっとわかんない、その前に煽り来てましたので、はいはい、おそらくゲーム数での煽りがあるんではないかと。お、ちょっと詳しいですね、エロカットイン来たと言ってますけどね、はい、あれはね、パチンコでもありましたからね、はい、あ、私もパチンコの方の乙女はよく打ったんですけどね、スロットはちょっとまだ打ったことないんで、うん、一緒に見ていきたいですけどね、はい、はい、ね、小日林さんも昨日あの店長集結見ていただいてたということで、はい、見てました。あの、面白かったですか？いや、もうすごいなと、すごい、はい、いや、あれぐらいね、ちょっと北山エリアも頑張ってやっていきたいなと思うんですけどもね。いやいや、やばいでしょ。やりましょう、やりましょう。いやいやいや、ババ抜きやっていきましょう、ババ抜き。はい、もう S はもうあれ。まこつってね、言われてますけどね。はい、今日はどこってことで、今日はスイターですね。ちょうどあの西淡路が天球でね、あのちょっと変則になりました。はいはい、あ、このパターンは熱いっすね。お、熱い。カットイン来てるだけにね、熱そうですけども。はい、あ、乙女面白いよって言われてますね。はい、小日林さん、平社員ですかって言ってますけどね。副主任です、はい、副主任ですね、はい、平社員じゃないですね。あ、ちなみに、はい、小日林と名付けたのはうちの主任です。いや、そうなんですか。あ、なるほど、コーヒーレディに手出したっていうね、あるかないか分かんない話で、はい、先週小日林になりましたけどね、それがまさか採用されると採用されて思わなかった。いやー、だってめっちゃ叫んでる人いましたからね、小日林って言ってる人いましたから。はい、刺激暇なんだからもう速攻当たりましたね。 おめでとうございます。早いな早いな、これ、まあ、頑張ったら500万いけるんじゃないですか。いきましょう。ちなみに乙女は、純増どれぐらいでしたっけ。 2.9 です。 2.9、 はい、ガンダムの方分かる、ゴリヤマさん。ガンダムの純増ですか。はい、1.5 です、ね、1.5、はい、ガンダム ART かな。
そう、ART になりますね。はい、乙女も ART なのかな。乙女選択できるんですけど。そうですか。はい、へー。で、ペアがそれぞれいまして、はいはい、ヨシテルだけ一人なんですよ。はい、へー、あ、詳しいやん。めっちゃ詳しい。さすが売ってるだけある。はい、そうですね。いろいろなんかモードとかもね、あるみたいで、ちょっとその辺も見ていきたいと思いますけどね。まあ個人的に、あ、乙女は AT じゃないってね言われてますけど、ガンダムは A プラス ART かなってね。はい、あ、ガンダムはボナ込みで2枚って言われてます。あ、ボナス込みでね。はい、で、一発目はあえてお任せでいきます。あ、お任せでいく。わかりました。じゃあその辺もちょっと見つつね。はい。はい、ガンダムはパチの映像かなって言われてますけど、ガンダムどうですかね。パチンコの映像なのかな。そうなんですかね。はい。あれかな、新しいガンダムの映像なのかな。ガンダムもね、ちょっと最近私打ててないからあんまり映像わかんないんですけど、でも映像的には新しいと思うんですけどね。わあ、映像的にはってあれじゃない、最近あって信頼やからじゃない。そうですね。これで一応乙女ボーナスになるのかな。そうですね、小平さんは。はい、真じゃない方です。なるほど。なんかあれですね、はい、僕の隣がすぐかかるとまた嫌ですよ。そうですね、ちょっときついですね。またトラウマが疑似もなんだってね。ガンダムの挙動は一切気にならないって言われますけど、そんなこと言わないで見てあげてよ。ガンダム見てください、ガンダム。はい、ね、ぜひぜひ見てあげてください。待ってました乙女ってね、今日の夜食なんですので、ガンダムは封印して二度と撃てないようにしてくださいって言われますけどね。そんなにガンダムなんか嫌な思い出あるんですよね。おいごいだ、ゴリヤマ店長こんばんは。こんばんは。はい、ガンダム覚醒しないから外していいよって言ってますけど、覚醒してじゃん。はい、バナナしか似合わない。ガンダムはいらない。ガンダムあんま人気ないんかな。そんなことないけどね。いや、やっぱりね、信頼なんでね、とりあえず一緒に見ていきたいなと思いますけど。そうですね。でもやっぱ乙女の人気にはやっぱりガンダムは勝てないです、ね。まあそうですね、それはもう、まあぶっちゃけちょっと前回のガンダム、ね、ちょっとこけちゃいましたから ね、 そうですね。はい、ちょっとその辺はあるかな。いや、ガンダムの面白さをぜひ伝えてくれるはずなんで、ゴリヤマさんがね、はい、なんかフリーズ見してくれるってさっき言ってたから、はい、頑張ってくださいよ。頑張ってフリーズ引かないと。鬼神討伐のタイトルの時に十字ボタン押してみてくださいって言われてますね。これなんか色かなんか変わるのかな。そうですね、継続率しさ。あ、なるほど。そうですね、討伐期待度とつながるんですけど。へー、やっぱ結構売ってる方いらっしゃいますね。はい、ガンダムはコンテンツとしては好きやけど、てんてんてんってね、ガンダムはてんてんてんって言われてますけどね。はい、初見です、ありがとうございます。ゴリラさん胸ドンしてくださいってね。檻から出して大丈夫ですか、暴れないですかって言ってますけど。緑ですね。あ、緑、緑はどうなんですかね。まあいい方だと思います。まあまあいい方。はい、一番いいのはやっぱ赤とかそのレインボーじゃないですか、ね、レインボー、はい、へー、おそらくあると思われます。 ある、まあ、はい、まだ実戦では見たことない。まだないですね。あ、そうですか。ほら、安心してください。ガンダムは今回もこけてるって言ってますね。ガンダムで判決だっけ。はい、ガンダムフリーズするまで乙女2画面にしてください。いやガンダムも一応見てあげて。ガンダム見てください、ガンダム、はい、アタックビジョンはゴリヤマさんに押させなよってね、わらわら。乙女は前回の西国がこけたからなーって言われてますけど ね、 いや、個人的には西国めっちゃ好きなんですけど、ね、あ、この日はちょっと二分するところありますね、はい、ガンダムいいやつ。ガンダムは毎度肩透かし感があるって言われてますけどね。昔のガンダムはスロットよく売ってたんですけどね、私もね。ちょっと当たりましたね、ゴリヤマさん。え、ガッツポーズ来た。そう、そう。ちょっと店長だけですよ、また。また店長だけ。また店長だけ。やばいな。うわー、もうほんま店長狙うな。ね、ゴリ店長の風格抜群。首輪に電流流れるから大丈夫です。元力士ですか。ゴリドンでお願いします。もう全部でっかいですね。ね、首輪に電流あるのか。来たね、メガネさん。ゴリ店長、横にいてる細い主任さんに台数聞いてみーってことでね、さっき台数答えれなかったんでね、教えてもらいましたけどね。これで連撃いきます。あ、連撃、二連撃、二連撃。これで 3までいけば、はい、熱いです。あ、なるほど。あー、ちょっと弱い、弱い。あ、店長がリールロックしてます。おお、100ゲーム乗りました。100ゲーム乗りましたよ、ガンダム。ガンダム100ゲームだよ。いや、しれっと乗せた。何で乗ったんですか。いや、数字の色が桜柄やったんですよ。そうなんですか。いや、そこは言わないと。もっとアピールしな、もっとアピールして。そこは言ってよ。みんな多分乙女しか見てなかったよ。100ゲーム乗ったんや。いや、これでじゃあちょっと一撃500枚はいけそうですね。いや、いけると思います。頑張ってくださいよ。この流れは。はい、おい、うちのiPhone に傷がくれってね。
終わりましたね。え、もうあったんですか。ただここの画面、あ、なるほど、ここの画面で卑弥呼がいるとストックありです。あ、なるほど、これはちょっとまあ通常っぽいですけどね。これは通常ですね。ちょっと抜けそうですね。抜けますね。うわー、ガンダムの出番が来ますね。これ、妨害の煽りが来ますね。そうですね、ちょっとガンダムがちょっと意外にも、あ、これはこれは来ましたね。妨害無双モード、あれ、無双モード、熱い、いいですね、抜けそう。あ、コーヒー返し詳しい、ね、ゴリ画面見てないから喋らないでわらわらってますからね。みんな見だけで、ガンダムめちゃめちゃすごいけどなんで放置なのって言いますからね。妨害無双来たってね。いや、妨害無双、いや、これはいいとこ見せれると思います。お、ねえ、なかなか、珍しいんじゃないですか。全部持っていくな、全部持っていくね、全部被していくね、出しても被されるっていうね、ちょっと面白いですけど。いや、僕見せ場ないんですけど、まだどうしようと思う。店長はいつも通りですね、もう。競馬でいうと店長の追い込み場なんで。あ、なるほど、最後にね。そうですね。あ、早終われよっていう時に当たっちゃう感じなのかな。はい、あ、確かに乙女をストックして無双阻止しろと言ってますけど、これ無双阻止しないとダメなんですね。そうなんですよ、これ完全もう無双してますからね。あ、なるほどね、まあ、王が強いですからね。はい、キャババヤシ詳しい、キャババヤシなってますけどね。なんかもうおかしくなってますね。はい、ゴリアマ暑そうな時主張してねーって。 月曜日それで外したぞ、コーヒーバヤシと言われてますけどね。あ、王が無双で、やっぱり俺が今日打ったガンダムと挙動が違うって言ってますからね。いや、でも100ゲーム乗ったのはね、ゴリヤマさんが引いたからね。僕の引きやと思う。無双を止めなきゃいけない。ゴリラ当たってるけど空気やぞって言ってますけど。アピール行こう、アピール。頑張りましょう。いや、すごいね。とりあえず乙女4人ストックします。これはストックすればするほどチャンスかな。そうですね、多い方がやっぱり、はい、まあ、まずは政宗から。これは、最大何人ストックになるのかな。8ですか、ね、あ、8人、なるほど。サムソン、大外ラッシュって言われてますけどね。4人だったらちょっときついのかな。どうなんですかね、僕も初めてなんで。これは実戦では出てない、はい、なるほど。8人中4人ってことは、まあ、ちょうど半分ですけどね。はい、そうです。なんかキャラとかも関係あるのかな。あると思いますね。飼育員2人、ゴリテージドラミングファイオで何でもええやろ、わらわらね。ガーリンは西淡路とスイタやったらどっち行ったらいいんですかと言われてますけど、スイタに来てください。あ、スイタでいいですか。わかりました、ゴリラに餌与えないでってね言われてますけど。ハードちゃんたとえ宣伝で、ね、神戸ハードちゃんちゃっかり宣伝。おい、無双しとる。あ、解除できない。いや厳しい。いや、ダメでしたね。あ、負けた。じゃあ今ガンダムが主役ですね、ゴリヤマさん。ガンダムですね、もう今ガンダムしかないよ。乙女になんか負けてられない、ね、あると思います。寒いだろ、コーヒー林って言われてます。森山が参戦したら確定やろぎって言われてますけど、間違いないね。はい、これでガンダムだけが見せたらどうなるのかなって言ってますけどね。エロ林詳しい、エロ林になってますけどね、名前変わってるよね。なんかもうほんまに何でもありないですからね。はい、いや、別に何でもいいんですよ。あ、いいの、はい、あ、呼びやすい名前でいい。はい、ガンダム当たってるけど乙女2画面でいいよって言われてますけど、ね、かわいそう、当たってかわいそう、かわいそう、はい、ダメダメ。いや、そういう時に限ってね、こうポンってフリーズ引いたりするんですよね、ゴリさんね。ほんまにそうっすよ。はい、ガンダムずっと俺のターンで、エロバヤって。淡路の店って商店街のとこですかって言ってますが、違いますね。ちょっと違いますね、商店街抜けて、はい、でも徒歩、多分7分ぐらいじゃないかな。それぐらいですかね。昨日ちょうど西淡路店、淡路駅から歩いたので、多分7分かからないぐらいですね。分かりやすかったですけどね、商店街抜けてすぐですね。はい、そうです。ガンダムのボーナスは何枚ですかって言ってますが、ガンダムボーナス、レギュラーが48枚ですか、ゴリヤマ福士に。ビッグ何枚、ビッグ何枚、ビッグ何、ボーナス引いてないんでね。そうね、ビッグボーナスは一応獲得枚数150枚になってますね。150枚、あとスーパービッグボーナスかな、ララー揃いとガンダム揃いが、獲得枚数300枚になってますけどね。はい、これ込みだったらまあ 2枚あるのかなって感じですね、純増が。じゃあ下林ってあれよね、芸人でいたよね。いましたか。いるいる、下林って いましたよね。いや、僕の名前自体が珍しい、ね、ベリ林、最近いいことあった、泡林詳しい。あ、全部下の方持っていきますね、皆さん ね、 これね。コヒ林さん、最近のおすすめのコヒーはどこの店舗の誰ですか。どこの店舗、そうですね、こらって言って知らんがな言うて、コーヒーレディーにまず手を出したっていう体になってますけど、そう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 、はい、違いますからね、ちゃんとね、否定はしといた方がいいよ、はい。
めるのがガンダム詳しい。あのちょっとサッシ見てたからね。乗りツッコミ下手わらわら。いやまあまあすごい。まあ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 。まあまあね、まあ、2回目ですからね。そうですね。うん、慣れてきたらね、もうどん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 やっていくと思いますけど。こそっと強チェリー引く乙女って言ってますけどね。そうなんですよ。こそっと引きましたけど。実際とかやってますけどね。ゴリさんは真珠王っぽいな。檻から逃げた。あー、真珠は誰やろな。店長が天下ポイントを一気に3000ポイント貯めたんですけど、おおこの天下ポイント結構大事ですからね。あ、そうですか。はい、じゃあちょっと店長も見物かなって感じですけどね。いや、かからんわ、ほんま。どないしてねん。あ、すいません、お客さんに手出したのは間違いでしたね。あー、違います。違います、それも違う。はい、天下ポイントって言われますか、ね、ちょっと違うね、店長ポイント。天下ポイント。あなたの子供が3歳になりました。バイコーヒーレディ天下ポイント、ポイントって何ですかって言われますからね。大人一応ポイントあるって今おっしゃってましたけど、これ貯まるとどうなるんですか。はい、1万ポイント貯まると天下奪還ロード、統一ロードか何かに行くんですけど、はいはい、はい、あ、天下統一モード、天下統一モード、ボーナ、あ、天下ポイントマックスで突入って書いてますね。はい、ボーナスストック高期待度ステージということで、まあ、ここでいければまあボーナスの、はい、可能性があるという感じかな。今ちょっと差しざっと見ただけなんですけどね。まあ、多分同じメーカーのラブジョーと似たような。なるほど、はい、皆さん大好きラブジョーね。はい、あ、天下か、ボーナスではないよ、天下統一モード。ちょっと名前変わってるけどね、天下ちゃうで。はい、みんな好きやな。今気づいた。そう、天下ちゃうで。はい、天下ポイント貯めても 50% のチャンスゾーンやねって言ってますけどね。でも手を出そうと考えたんですか、火のないところに煙は立たないからって言ってます。いや言われてんで、ちょ、いやすごいな。そういうキャラに持っていかれてますね、これね、完全に。まあ、まあ、乗っかるのがおもろいのかなって感じですけど、どうなんだろうね。ほんまにされたら困るけど ね、チャンスゾーンだけか、ね、コーヒーレディだったら誰でもよかったんかな。ガーリンちゃん、今日私誕生日なのでバースデーソング聞きたいです、お願いします。あれそれ。いやリスナーさん本人じゃないですか、これどうなんですかね。バースデーソング、まあ、確かに北山エリアなんか千里店とかね放送した時も、はい、宮戸店長がねよくハッピーバースデーとは歌っていらっしゃいましたけどね。リスナーさんにね、いやそれの一環だと思いますので、じゃあ最後に番組の最後にね、はい、お名前だけ聞いておきましょうかね。ラブジョーそういや一回も歌ったことなかったってね、ガンダムアップで見たいけど要求しづらいって言いますね。天が元気かな、貯めると1円1ポイントで割引ってね。天が勝吉こんばんはって言われますけど、ね、名前変わってるよ、大丈夫。ただチャンスの件のあたりはストックが乗る前があるので、ね、これ天が勝吉って誰やろ。身内かな、お誕生日おめでとうございます、ね、天ガーリン店長って言われますね。天ガーリン店長。卑猥すぎに大丈夫。いやもうそういうキャラとして見られてるんですかね。ねえちょっとやばいですね。小卑猥し覚えとけよ、あまり小ひれに手出すと、ガーリンみたいに離婚するぞって。どういうことや。店長何歳ですかって言われてますけど。あ、僕ですか。はい、僕あれですよ、36ですよ。36こと、今年37になるのかな。今年37ですね。ですね、はい、はい、で、青林早くって、ね、あ、何をですか。あのいいとこ見せてってことかな。はい、そうですね、しょっぱな、なんか出落ちみたいな感じ。早く、青林って、ね、名前変わってますよね。今日で22歳になりましたってことで、おめでとうございます。あ、クロさんということですね。この人が歌ってって言われてるんで、じゃあ店長最後にハッピーバースデー歌ってあげてください。はい、乙女通常時なのにガンダムの存在感が薄い。間違いない。タンタン、あ、でもなんかレインボー、レインボーです。あ、 100% なってる。なんか言えや。しれっと当てるよね。しれっと来たね。ちょっと今日もあかんパターンやこれ。いや今日は今一応ね、今一応じゃあちょっとガンダムと乙女2画面してるからね、もしいらんかったらまた言ってください。あかんな、おかんの名前を教えてください。で、ね、店長の電子教えてくださいって言ってますけどね。まあ、女はね、もう店長になったら分かるよ、そんなん ね、 ね、そうですね、はい、クロさん22歳おめでとうね、素敵な1年を。ガーリン、養育費ちゃんと1月分払いましたから。言ってますけどね、はい、まだちょっと早いですね。あ、まあ給料日前なんで ね、はい、でね、給料日後ぐらいにまた奥様から催促あるんじゃないかなと思いますけど、はい、催促あるまで言います。はい、若く見えるねってね、お誕生日おめでとう。今来ました、皆さんこんばんは。でね、こんばんは。ガンダムのポイントって何があるんですかって言われてますけどね、ガンダムポイントあるんですか。ガンダムポイントですか、何かあるんですかね。うん、あ、すみません、ガンダム初見、ね、初打ち初見なんでちょっとあんまりよくわからないですね。なかなかね。そうですね、今ちょうど 100% 超えてますけど、これ超えてるんですね。レインボーになってるので何かが
あるんだと思うんですけど。なんか向こうのがいいな。そうですね。あれですよね。レインボー柄とかあるんですね、今回ね。すみません、ちょっとね、ここの3、4人、あの、私含めて4人、すみません、あんまり寝台に詳しくないので、寝台マスターの方教えてください、お願いします。きっといるはず。そうそう、ゴリエも当てるなよ、空気を言われてますからね。こんばんは、ありがとうございます。ガンダム、継続確定なだけじゃないかなってね。ガンダムいらんかったら、よし、ガンダムいらん。皆さんありがとう。店長チャック開いてるよと言ってますけど、嘘嘘、あ、どっちどっち、あっちの方わかんない。いや、その角度見えんでしょ。ねえ、ユーサイ店長今日こそ出番欲しい。いや、欲しい、本当に欲しい。乙部1画面でいいよ。ガンダムは 100% でストック乗る。あ、そうなんですね。 105% だから継続確定、 100% ごとに1回継続確定ですって言われてますね。何気にみんなでもガンダムよく知ってるよね。ねえ、言ってますね。ねえ、いらん言うてわれに結構知ってるね、皆さんね。ありがとう、本当にね、いつも700% だったらストック7。そうなんや。継続確定 5% が次セットに持ち越しですってね。すごいね、みんなよく知ってるね、ガンダム。はい、初見なんですけど MC の人男ですか。うん、初見じゃないよね。はい、どっちでもいいです。はい、天下舞子さん昨日疲れて、私天下使ったことないから。はい、ありがとうございます。知ってるからガンダムいらないんだよ、わらわらって言ってますけどね。教えてあげてよ。はい、教えてください。そのパーセントがそのまま継続率になるんですって言ってますね。じゃあどうなんですかね、 120% 継続ってこと、いいの、じゃあいいやつ、端数はそのパーセントで抽選ですって。ああ、そうなんだ。みんな知ってるねーよ。ねー、すごいですね。あ、火曜の高枝でガンダムやってたからちゃうって言われてますけどね。ああ、ガンダムね。あ、それでみんな覚えたのかな。 95% だとどうなるんかなって言われてますけど、じゃあこの辺ちょっとリスナーさん教えてあげてください。 100% で1継続だから 20% は次に持ち越し。あ、とりあえず1回は継続確定ってことなのか。はい、ガンダム死んでて弾減ってる、ね、95% は何もないよ。120% なら 100% で継続して 20% は次セットに回る。ああ、なるほど。いや、皆さん分かりやすい説明、本当にありがとうございます。分かりやすい。はい、120だと次の1回は確定。何もないんかいって言ってますけどね。ただ1回ちょっと確定してるだけってことで。あ、緊急ミッション来ましたね。なんすか。あ、全然何もなかった。何もなかった、何もなかった。淡々とね、あのゴリヤマさんは消化しますけどね。いや、乙女が何もないからね。そうなんだよね。そうそうそう、ガンダムいらんって言われてもね、消しづらいんですよ。ね、ちょっと乙女がね、今ちょっと絵を繋いでもらわないと。そうそうそう、まあ、一応3画面ですよね今ね。はい、じゃあ 95% と 100% では全然違うんだねってことで ね、 で 100% だったらいいですね。あ、レインも鳴ってるじゃないですか。はい、レインも鳴って、これで多分もう次確定してるので。あ、またストップ、あ、そういうことか。もう、あの、今鳴りましたね、音。はい、音鳴ってますね。いいなんか悔しいねんけど、ほんま悔しいねんけど俺。ねえ、ゴリヤマボーナス引かないと本当に出ないぞガンダムと。そうですね、全然増えなかったっすもんね。それ 120% だからレインもなるよね。奥さんに怒られるのは1回は確定、 20% は持ち越し。いや、次回にね。いや、怖いなこれ、嫌だな。ガンダムモードが赤すぎて白になるとどうなるんかなってね、言われてますけど、どうなんすかねこの辺。じゃあちょっと高枝で見た人、いろいろ演出出てたら教えてください。はい、いや、ほんと、ちょっとガーリンでしょ、何もないんで頑張ってください。ほんま何もないですよ。いや、まだ後方待機なんで。そうそうそう、はい、やばいなこれ、なんなんやろなこれ、ね、あのコストも一回おったいね、ガンダム左遷でいいよね、言われてますけど、激しいで、ガンダム撤去して、ね、全達成できなかったらサソリ食べますか、激アツって出ましたね。お、あ、金扉、金扉、なんかガンダムしかいいとこ見れない。見れないね。あれ、はい、ガーリは天井やから。頑張ります。ザクか、ザクか敵の種類でゲーム数変わるよって。天井目指してるからいいんだよガーリも。天井到達達成しそう。あ、一応ビグザムに来ましたねゴリヤマさん。ボナから。あ、ボーナス来たかなーって、ね。ボーナス、そうです。ボーナスも来てるかもしれない。乙女からそうかなって言ってますけどね。まあ、これも多分ね2時間の引き次第だと思いますね。そうですね。あ、ボナった。ボナ臭い。あ、しかも300の方ですね。スーパービッグ。スーパービッグ。しれっといいとこ出ますよね。なんかね、はい、やるな。でもゴリヤマさんが一撃500枚いけるんじゃないですか。そうそうそう、狙ってほしいね。無駄引き、わらわらって言ってますよ。無駄引きなんよ。無駄引き、いやいや、無駄引きなんだ。そんなことないよ。はい、まあ、とりあえずでもね、ボーナス、いけましたんで、はい、500枚いったかな。もうガンダムいいよ、お疲れって言われてますけど、ね、おいおいおい、ガンダム頑張ってるじゃねえかって言われてますけどね。乙女がちょっとね、まだちょっと発信してないよね。やっぱり打ち手が悪いからなこれ、ね、ガンダムのボナすごく重いのによく引くねって言ってますけど。引いたね。どれぐらいなんですかね確率、ちょっと分かんないけどね。
ゴリヤマもういいよ放送疲れって言ってますから身内ちゃうん身内かな絶対身内やと、ね、ガーリーさん人のぬくもりに感謝ってちょっと待ってそれちょえこれはそれは身内でしょ身内それは身内でしょ完全に、はい、嘘これどうやろう店長人かスイタの人なんかちょっといや店長ですね店長人、はい、いや誰やろう僕ねあれなんですよ、はい、離婚した直後に、はい、本当に思ったんですよそれを人のぬくもりに感謝いやーこれ誰やろなえ見てる店長 いるんかな今日いやさすがにねうちの役職者は言わないでしょ人のぬくもりに感謝ちょっと言いにくいですけどねいやどうかな今日もラップ中してねマイマイクあガンダムってビスティかごめん今日はラップなしの中行こうってね言われてますけどラップなし切ない誰かご褒美にバナナ持ってきてあ小林がガンダム売ったら店長が引けないとかこの店大丈夫ですかって言ってますけどねいや店長が引き弱いからこそお客様が来ていただいたらねはいちゃんと温めてきますからいいいそうそうそうだいぶ温めてるからねそうそうそう、うん、切ないえ黄色は、2259.8 ブロック分の1あ設定6はってことであ2000分の1へえ俺もさフリーズいけるんじゃない今日いやー、吹ける気がしてきました、ね、吹ける気がしてきたあー、ちょっと天狗なってますけどね、これねいやもう、持ってますね俺、こんな演出出へんて、あの、すいません、店長の台何にもないですね何にもないじゃん前兆すらないですもんねガーリンは離婚して人のぬくもりに感謝したのそしたら元嫁とより戻したらと言ってますいや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 もういいですかはい、もういいらしいですよ、皆さん。今日はミッション甘いから、もしできなかったら、罰はラップなしでチューお願いします。見たい、それ。調子に乗らないゴリラって言ってますけど。ガンダムで500万円、ガーリンちゃんで天井。さて、小日林さん、あなたの仕事を。店長、これ暑いです。店長、これ暑いです。店長、暑い。ちょっと違うね、危ない。小日林さんが暑い。いや、店長が暑い。店長が暑い。これはあれやで。頑張って、頑張って。店長、やっと店場来たよ。いやでも僕ね単発終わるんでねいつもいやしかも中間ぐらいの前兆ステージおーまずまず店長暑いですって当てたらあかんやんって言われてますけどあーそうそうそう天井担当やからあしかも強チェリーですねあーこれはちょっとやばいな、ね、勝吉ちゃん、こういうところで見せないから卒論書く羽目になるんだよ今流行りの流行りね流行りの卒論ね多いね卒論いや今年は多分流行語卒論入るでしょうね入るでしょうね、はい、あんまりなんかいい思いしないけどねこれ言われて、ね、全部設定上ですかって言われて今日は全部設定上ですねガーリンさんは人気ボーイと合コンとか行くんですかって言われてますけど何のフリっすかねそれ人気ボーイと行くんですか行きたいですね行きたい逆に連れて行ってほしいですねあでも残念ながらね人気ボーイなんてもう彼女は今いますんで昨日もあ、それね、はい、それ僕ね、はい、最近まで知らんかったんですよあの、昨日の店長集結で彼女に一言を言ったら愛してるよって言ってましたね最低やしかもファッションも全部彼女が見立ててるみたいでマジで30代若作りファッションって言ってますへ、はい、超ラブラブですね羨ましいですけど、ね、いやそれ見ながら、はい僕の嫁が、はい、これいいって言ってましたあ、ニキさんはい、ニキ店長ファッションですかはいじゃあ小日林さんの嫁さんはニキ推しやったんですかね、そうですね昨日あ、そうなんや一応昨日のね、感じではまあニキ店長とあと、東店長かなはいと、まあ田島店長はちょっと論外だったんでねあれいや、田島店長めっちゃ面白かった面白かった、はい、確かにねしちゃいましたあの個人的な部分っていうね当たってますねお前当たったしちゃいましたちょっと天井無理じゃん、今日いやもうやっちゃいましたね論外わらわらニキ店長はイケメンやね店長これダメな方ですダメな方ダメな方当たったーってなってますけどねいやー、小日林の罰ゲームは明日小ヒレのナンパで罰にやったら京都リーチ、ね、軽い公開処刑ですからね、 ね千葉県にお店が来てほしいあ、キコーナさんね、いいお店少ないのでぜひということでまあでも関東ね、お店増えてるの で、 そ, うです、ね、そのうち千葉県も行くんじゃないかなと思いますのでちょっとお待ちいただけたらと思いますけどガーニーさん、ペヤングと合コンとか行きますかって言ってますねペヤングっていうのはあの田島店長ですね田島店長ね、和市駅前の行ったことないですねちなみにペヤングもね、彼女いるからね
あ、ラブラブのに行くんですか行ってんのかないやそれあかんすね。ねビキニバーとかはニキボーよく行ってるって言ってましたけどね、はあ、最低やって、離婚したガーリーの方が最低って言ってますからねなんでそんなことない、離婚もいろいろ理由があるからね。そう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 、罰ゲーム確定ってね。小日林さんの嫁さんが日勤行きのファッションより顔で選んでるのかなって言われてますけど、そんなことない。わかんないですね。はい、まあ、とりあえず、まあ、その辺ちょっとじゃあ聞いといてくださいって、ね。はい、聞いときます。あ、天井あかんかったってね。2時間だと時間的に天井厳しかったねってね。残念ながらペヤングにも彼女おるんよね。そうそう。一撃500枚達成したかなと言われてますが、マンナム今どれぐらいかな。今ってどこ見てんの？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 今今どこ見てた？今で480万ぐらい。嘘。じゃあゴリさんいけるじゃん。もう多分ボーナスもありあ、ありましたからね、はい、でゲームも100ゲーム乗ってその後も続いてるからさらにまた継続確定。それもこれ500いけますね、はい、ゴリラーシって言われてますけどね。覚醒しましたね。ガンダム500枚くらいいけそう、達成ってね、はい、東海地方にも気候な欲しいなーって言われてますけどね。いやいろんなね、地方からそういうお声いただいて本当にありがたいですけどね。ありがとうございます。はい、まあ、でもそのためにはね、あと皆さんあの働き口ね、もし欲しい方は気候な来てください、ね、一緒に働いてください、はいはい、ガーニーちゃん、相席居酒屋行くんですか。いや、行きたいです、行きたいですじゃあそれはね、もうエリアの長である北山マネージャーと一緒にちょっと、いや、ほんと連れて行ってほしいです、はい、あの昨日もその話したら、相席居酒屋行きたいわって言ってましたよぜひ行ってみてください。ちなみに通常は赤9、白1の割合で、レンチャン時は赤4、白6ですってね言われてますね。ガーリンは前の奥さんはどこで見つけたんですか。店長ここです、ここで、この辺押す感じです。これで色が十字形、あ、緑ですね。あ、まあまあかな、緑だったらね。まあまあなんですかこれ、はい、さっきあの小日林さんが緑だったらまあまあって言ってましたけどね、はい、あ、ちなみにガーリン店長、前の奥さんとはどこで出会ったのとやってますけど。あ、でもコンパですね。コンパほんますか、はい、学生とかの時ですか。全然。あ、そうですそうです。あ、学生の時、はい、コンパって、はい、あ、ガンダムいい感じですね。コンパわらわらって言いますけどね。え、なんで笑うわらわら言われてますよ。店長これ倒しやすい方ですあ、ちゃんとね、あの台の説明もしつつね。あ、希少種ゴリラにミスをとあいいですね、ガンダム達成しましたね。オッケー、じゃあガンダムがね、ちょっと一気に500枚頑張ってくれたので、すごいな。いや、もういたの。もう行きました。あとは3人で2箱もしくは天井到達ですね、これ。天井厳しいな。西田店長、口下手なのによくコンパ行けたなって言われてますけどね。昔はね、若さで何でもできたんですよ、はい、あ、なるほど、今はちょっともう、防御を覚えたんかな、はい、大人になるとね、なかなか攻めれない。そうそうそう、そうそうそう逆に守りに入ってる。守りに入ってる。そうそうそう、いやー、なるほど。ガンダムお疲れと言ってますけど、ノーガンダム、ノー気候なんて言われてますね。小日林って言われてますね。いやー、これいけるのかな。家康が一番可愛いねとかね言われてますけどね。こんばんは、今日は玉ねぎ店長いないんですね。でもね、玉ねぎ店長は多分来週出ますね。はい、口は出さないけど手は出すってことですか。はい、乙女やん、これは今どんな状態ですか、 AT ですかって言ってますが、ガーリン店長は AT になってるのかな、これ。いや、AT 入ってないです。あ、でも今レインボー。はい、今ですね。こっから。これで、はい、来ました。あ、討伐ということで、ここからかな。そうですね、ここからボーナス、はい、強川ちゃん、すごい。お、いい方ですね。お、いい方。これ、新乙女ボーナスの方がいいのかな。はい、お、新乙女ボーナスで約200枚。おー、ちょっといいところ見せてるけど、残念ながら500枚は達成してるのでじゃあちょっと2箱、3人で2箱、ね、はい、これをクリアしないとちょっと厳しいですね。天井はちょっともう無理そうなんで。そうですね、はい、いやー、いい感じ。若さでコーヒーレディもいけたんかなと思ってますけど、いけたらよかったのに、はい、500枚達成した。鬼神討伐はボナゴのチャンスゾーンって思ってればいいよと。あ、そう、なるほどね、ありがとうございます。いや、これでちょっと店長、あの楽しさが分かってくるんじゃないですか、はい、ね、じゃあしようかな。何が可愛いですかね。何が可愛い。じゃあその辺はちょっと店長の好み。ちょっと何見ようかな。あ、めっちゃ選んでる。お任せでいきます。お任せでいいですか。はい、ちなみにあの小日林さんはどの子がタイプなんですか。タイプの子がいないんですよね。あ、いないの。あの声優さんで選んでます。あ、声優さん詳しいんですか、はい、
いや、あんまり詳しくないですけど。誰を好きなんですか？釘宮理恵。あー、じゃああれですね、光秀ですね。そうです。はい、なので光秀を選びたい。結構ツンデレの役多いですけどね。はい、なるほど。家康がいいってね。あ、家康人気あるよね。家康人気ありますね。まあね、家康と、誰だっけ、吉本か、あの辺は結構鉄板キャラちゃうかなと思うんですけど、はい、下林さん、天井の仕事が匿名できましたね。そうですね。はい、託されましたね。え、ゴリさん早くサイレントヒルって聞いて、まだサイレントヒルの方がいいって言ってますけどね。乙女ボーナス中に曲選べますよって言ってますけど。え、選べる？選べます。へー、何で？ここで十字を押します。あ、で、ここで下に出てくる。でも何がいいっすか、これ乙女どうなんすかね。僕はこれですね。これ、あ、そうか、はい、下でセレクトできるか。あ、もうこれはもうね、昔からある、はい、店長変えた。あ、これがいいっすか。いや、なんでもいいですよ、店長のなんか好きそうな歌でもいいです。いや、僕知らないですもん。はい、なんかおすすめないですか。おすすめ、はい、おすすめなんですかね。乙女、パチンコで聴いてる分は結構私も分かりますけど。新曲って書いてある。あ、じゃあ新曲でいいじゃないですか。結局新曲ね。そうですね、まだあまり聞かれてないであろう、はい、そうですね、はい、ガーリンガーリンいいんじゃないってね、言われてますけど、おすすめ、ムーンナイト伝説でお願いしますって言われて。入ってないな、はい、入ってないですね、はい、あ、ムック店長は同説推し。同説って誰？新キャラじゃないよね。どう説いましたっけ。どう説って誰？70%でバトル。なんかしれっと言うてますけど、ゴリアは。新キャラっすね、どう説。あの、髪の毛の長い総理のなんか教育係の人って書いてますね。あ、そうなんや。何もないな、まあ、向山店長好きそうっすね、そういうタイプね。あ、立花どう説。あと第3ボタンでナビ音変えれますよ。あ、そうなんや。新基準はペナ自体はないんですかって言われてますけどね。ペナはなさそうかな、ね、今のとこ。はい、ガーニーさん、子供いたんですかって言ってますけど。ああ、いました、いました。あの、いましたっていうか、いますよね。おかしいよね、いますよね。あ、ガンダム549枚ということでね、まあ、これも達成しますんで、はい、これで終わりそうかな。そうですね、多分終わりだと抜けちゃう。あ、ね、あ、ガンダム中途半端。ガンダム時間早いぞ、時間考えて。早かったね、ちょっとね、はい、ボーナス、7目押しミスったらミッションクリアできるってね。今ボーナス取れるときミスったけど大丈夫ですか、ね、大丈夫っぽいかな。もしくはバイオ6打ってきて、もちろんカメラなしですって言ってますけど、ね、そうね、音声だけで楽しんでください、ね、牽制乱舞でしょう。ああ、歌かな。ガンダムボーアとかってね、まあ、これはね、パチンコ の、はい、あの流れてた乙女の歌ですけどね、この曲好きって言ってますね。いや、もう僕も好きです。そうそうそう、いい歌多いですよね、乙女は。いい歌多いですね。はい、あ、ガンダムこれで終わっちゃったんでね。そうそう、ね、はい、いや、過去形はかーってね、好きでしたって。ゴリヤマって人は店員って言われてますけど、一応店員ですね。はい、ちゃんと生きてますから大丈夫です。そうです、大丈夫ですよ。はい、小日林はプライベートでは最近何打つんですかっていう質問来てますけど。プライベートですか。まあ、この乙女とかね。まあ、そうですね、はい、まあ、あの、ちょっと古いんですけど、うん、パチンコですけど、うん、G1 ドリーム。おお、渋い。いや、もう競馬が好きで好きで。あ、そうか。でも面白いですよね、 G1 ドリーム、はい、楽しくて仕方がない。もうちょっとなかなか最近、なくなりつつある。そうなんですよ、なので、ちょっと撤去だ。あ、なるほどね。チワドリームもうないやろって言ってますからね。ある店の方が貴重かな。確かに、ね、確かに貴重なので。私もなんか G1 ドリーム の、 あの最強馬決定戦の方かな、はい、あれであれですね、人生初6万発出ましたんで。いや、すごい。そう、 G1 ドリームで出るんですかって逆に聞かれて、いや私もわかんないですっていう。あれほんまおもろいなと思いましたね。めっちゃ面白いですね。面白い面白い。またうちの店に置いてあるよって。ああ、そうなんや、いいね。どこですか。どこ、うん、教えてください。他法人やけどね。他法人ですけどね。ゴリヤマさん、天井近いバジ絆か秘宝殿でも売っておいでって言われてますけどね。はい、天井近いですね。近い。まあ、ガンダムもね、ちょっと出玉稼がないと、ちょっと3人でね、2箱は厳しいから、ゴリヤマさん、人間ですかって言われてますけど、人間よ、一番人間、一応人間、はい、大丈夫ですね。店長、質問です、パチとスロの新基準ってどう思うって言われてますけどね。いやー、きついでしょう。あ、きつい。うん、
強い。なるほど。まあこの辺もね、ちょっといろいろネットでもいろいろ出回ってますけどね、うん、まあでも皆さんがね、遊びやすい機会が出てくれたらいいなと思いますけどね。一番ですよね、それが本当に。出ないとね、皆さんやっぱりちょっと遊ぶ気がなくなっちゃうもんね、本当にね。ゴリ山真珠王でしょ。ぽいけどね、ぽいけど、うん、まあとりあえず今日はちょっとガンダム頑張ってもらおう。今ゴリ山副主に覚醒ポイントを貯めてるところです、ね、ああそうですね、はい、あそれでかガンダムポイントは何って言ってたやつ。一応ポイントあるんですね。あれ、うん、ガーリン店長、はい、これ大丈夫ですか。まだ続いてます。大丈夫じゃ、終わりそう。やばい。いや多分大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。あこれダメな方です。あもうさっきからやめてくれへんからもうなんか映画の結末先に言われるみたいな感じですね。純粋にこう楽しんでるのに、に言うと心折れそうになるやん。ゴリ山って人接客できるんですか。はい、あの大丈夫です、はい、ちゃんとやります。はい、新基準はスロアメダルは出るのそんなに変わらないのに時間だけかかるからあれがダメだと思うという人もいますね。まあ打ち手としてもね、まあ、営業としてもどうなのかなって感じですけども ね、でもやっぱりお客様がね、あのやっぱり興味をそがれちゃうとやっぱりどうしてもね、お店の方も大変になってくるからやっぱり遊びやすい台が必要かなと思いますけど ね。西田店長が一番好きな台はウルトラマンクラブですかって言ってますけど。何のチョイスですか。めっちゃ渋いですけどね。懐かしいですね。てか2箱って何枚やろってね。まあ2000枚ぐらいは行ってもらうと困ります ね。違ったガンダム。天が店長、店はまだですかって言われてますけどね。あ、ガーリン、あ、ね、ガーリン、天ガーリンって言われてますけどね。これは店長はいいやつかな。あ、あかんやつ。純粋に楽しんでらっしゃるんで。はい、後ろで見守る感じですね、これね。はい、フリーズマーダーって言われてますけどね。フリーズ出たらすごいよね。お、復活。あ、これ、いけましたね。もう、自分、ちょっと。あこれね、いやしかも、はい、あの今オーバーって出たんで出ましたね。新乙女ボーナス。おー店長急にちょっとエンジンかかりましたね。やっぱりスロットは違うんですかね。スロットは違う。あ今こうやってちょっと天狗になってましたけどね。西田店長が好きな台って及川奈緒ですか。及川奈緒懐かしいですね。懐かしいなこれ。ストック機のやつね。懐かしいな。いやだからそういうイメージじゃないんで僕。そっちになってますよね完全に。いや違う違う違う。西田店長が好きな台は監獄ジャックですよね。夏いわらわらだいぶ古い。おいゴリ山スイカ揃えたぐらいでドヤ顔でこっち向くなってます。バレてるバレてる。そんなんしてた。チラッとねチラッと見てましたけど。いやガリン店長とりあえずこれでいい感じですね。はい、はい、来ました。いやいい感じですね。はい、まあ、500枚ちょっと頑張ってもらったら一応1箱分ぐらいになりそうですね。1000枚なりますかね。はい、ガーリンらしくない展開。小林さん乙女詳しいね。小林さんなってますからね。小日林さん、よく間違えられるんで。小日林さん、小日林さん、はい、そうそう小日林さんね、ダーウィンするぐらい乙女やってるからね、はい、かなり詳しいと思いますけどね。いやーいやー来た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 。店長左リール白単独狙ってください。何単独で白がある。何ってちょっと聞こえないですよ。あの単独で白があるんですよこれ、ね、白あのこのこれじゃない。あー分かった。おー白なな。めっちゃ綺麗じゃないですか。綺麗ですね目がね。はい、それで狙ってたの。それを見せて見せたかったです。そういうことか。頑張れ元気10代入れていきなり話しかけるからイヤホンに何言ってか聞こえへん。小日林さん今回の乙女の下パネルのボタンってどう思いますかって言われてますけど。いやーまあどうなんでしょうね、はい、好みだと思い好み、まあこれはあれかな、ルパンからついたのかな。そうですねルパンから、はい、結構インパクトあってね最初びっくりしましたけど。確かに最初すげえなそうですねと思いましたけど、うん、まあどうなんかな。まあその機種にもよりますけどね、あのうまいこと使えてるか使えてないかって感じかなと思いますので、はい、家康選んでって言われてますけどね。家康好きな女。下パネルどうなってんのって言ってますけどね。じゃあちょっと見ます、どうな、まあ押すときにしかねちょっと落とさないと分かんないと思いますけど、まあ、なんか演出来たときに、そうですね、押す仕様になってんのかな。基本的になんかパネルも多分選べるんで。あ、なるほど、はい、なんか通常じゃこんな感じでね、そうですね、はい、ありますけど、
そうそうね、どっちも映そうと思ったらね、あのどっちもカメラ1台につき2台ずつぐらいいるからね。そうですね、それはちょっと無理。まあ、ルパンの時もね、なんかボタン押し込めみたいな演出もあったんで、ありましたね。はい、まあ、ああいう感じで使っていくんじゃないかなと思いますけどね。ゴリラカットインでね。これ日林さん、好きな女の子のポーズなんですかとやってますけど、ポーズこれはですね、前回お絵描きやったから。そう、お絵描きでね、好きな女の子のポーズを教えてくださいというね、お題がありまして、そうそう、例えば足組んでるとこがいいとか、髪かき上げてるところがいいとか。いや、髪かき上げはいいっすよ。店長、うなじフェチですからね。はい、あれはね、ほんまドキドキする。ドキドキする。ドキドキする。らしいですよ。これ、ひばりさんどうですかね。ポーズなんですかね。あとはね、まあ、よく漫画にあるシチュエーションで、こう、ミニスカの女の人がこう、かがんでね、あの、物を取るときとか、いろいろありますけど。なんか、そんなシチュエーションあんまないですけどね。ねえ、ないっすよね。あ、お、いいの来た。いや、これは、当たると思います。あ、小日林さん、もう当たりましたね。あ、これガンダム空気になりそうですね、これ。やばい、やばい。ガンダムいらんって言われそうですけど。やばい。ゴリバヤさんが好きな台ってセミですか。ゴリバヤさん合体しとるかな。ゴリバヤさんだったの。仲ええけど。ね、勝吉さんは車何乗ってますか。ウィッシュですか。今質問あったんですか、それ。はい、質問ありました。質問あってあれでしょ。はい。書いてあるんですか、僕。勝吉さん、車何乗ってますか。ウィッシュですかと言われてますけど。はい、ウィッシュですよ。それ絶対知ってるやつやから。これ絶対身内。どんなふりやねん、ほんま。これ、刺激ちゃうんかな。いや、もう絶対そうよ。ぽいけどな。家康でしたっけ、選んで。家康選んでください、はい、って言ってましたね。家康ファン多いですね。すげえなと思ったけど、店員さんはなんじゃこの重たい機種って重たいやって言われてますけどね。まあルパンとかガルパンとか、ね、やっぱ重たい、まあ、スロット、ね、機種結構重たいですもんね。そうですね。はい、さらに重たい感じしますけど。皆さん彼氏いますかって言われてますけど。彼氏どういうこと。彼氏、あの質問の意味がよくわからない。彼氏、その辺はじゃあ想像にお任せするということで。俺はその下パネルが押せって出たときは殴ってると言いますけど、やめてください。いたいた、ゴリスイカ揃えたら見ろよ、そういうとこやぞ。で、ね、さっき見たら見んなって言われて大変やね、これね。最近、はい、見たらね、言われたから。フリ、はい、最強のシチュエーションはスカートを自分でめくってパンツ見せるのが最強って、それ変態やん、正しい。そんな、それはちょっと嫌やな。乙女2画面でね、場も温まってきたので聞きますが、はい、天が店長は好きな AV シチュエーションなんですか。これ場温まってきたんかな。僕天が店長ですか。そうそう、がね、天がーりん店長やから天がになってますけど。いやでもね、そういうのもあんまり分かんないですよ、はい、本当に。あ、 AV 見ない。あんまり見ないですね。なんかね、あのお好きな店長人多いですけどね、見られてる方ですね。昨日の店長集結はなんかあと知り合いが出てたっていうふうに。すごいな。そうそう、あのこね、あのお話ししてましたけどもね。AV 見ないの、はぁ、男好きなの。いやいやいや。そんなことないよね。あんまりね、はい、こだわらないんですよ。こだわらない、はい、あ、そんなガツガツしてない、はい、あんまりって言うと見てんのかなって。いや、見ては見てます。見てない、はい、どう、これ肯定も否定もしづらいけどね。完全にね、乙女は疑似母で増やしていくタイプですかって言ってますけど、そうなんのかな、小岩さん。はい、らしいですね。ガンダムは俺がガンダムだって叫べば当たるよって言ってますけど、ゴリヤマさん本当に当たるの。来たで、これあれちゃう、カメラ見ながら言わなあかんに、ね、ちゃうかもしれない。来たよ。やらへんのかい。なんやねそのうな。ただの無言のうんうんがよくわかんない。ガガーリンさん、いつもの名言お願いします。ガガーリンさんなってる、はい、もうね、いろいろ変わりすぎですよ、ね。パチ屋でバイトしてた時に純粋に疑問だったんですが、店長がバックヤードに待機してる時でどんな仕事してるんですかって言ってますが、もう普通に事務作業多いんじゃないですか、これ。書類作ったりとかね、はい、会議資料作ったりしてると思いますけどね、はい、結構裏方の作業多いですね、店長ね。ゴーリン林さん、早いミッション達成して。いや、もう店長行ったでしょ。店長は一撃500万円は行ったけど、2箱がちょっと分かんないね。 AV 見ないで直接女買うんですかって言ってますけどね。あ、夜のお店行くかな、はい、ゴリヤマちゃんと笑い学ぼうぜってね。
一軒家で AV 鑑賞ってなんか切ないね切ないいいや別にそれ一番きつい。ええや見してあげてよ、はい、僕の自由じゃないですかねめっちゃ怒ってるめっちゃ怒ってるどこで何見ようがバックヤードでコヒレといいことしてるって言われてますコヒレもね仕事してるから、はい、ガーリー見押しできないのかって言われてますけどガーリー大丈夫ですか見押しできないんですかいやいやそんなことないですよ、ね、そんなことない、はい、ちゃんとできる、はい、見押しダメダメやなって言われてますけどねちなみにコヒマヤさんは目押し得意ですか？いや、まあ最近あまりできないようになりました。あ、そうですか。はい、昔は得意やった。私もあの目押しはできるけどビタ押しが苦手でなかなかね、ちゃんとできないのはスロットね面白いやっぱりビタ押しちゃんと成功すれば面白いかなと思いますけどね花火とかああいうのやればね。いやもうスレッド単発で終わる。終わってもた。しかも一人で終わろう。ゴリヤマが見るのはアニマルビデオと言ってますけどアニマルビデオ仲間探すよね仲間自分で言ったけどねはい一軒家って広いのに AV 見て悲しい目押しも離婚できるよ目押しも離婚もできるなんか当たりましたなんか当たりましたあ全員ねボーナス確定レギュラーかどっちかなビッグかなあレギュラーですねはい、一軒家の広い部屋で大画面ホームシアターセットで AV 鑑賞とか羨ましいなってやってますけどいやちょっとね想像膨らましいですよいや一人は辛いなでもこれいやもう一人でそれやってたらね本当ね、はい、憂鬱になってくる憂鬱になってくるこの間ね先週言ってたのはあの YouTube ハマってるって言ってましたね動画かなそうはい片隅でね体育座りして見てるって勝手に言われてましたけどそうあれちょっと面白かったボーナスビタ押し苦手やから花火打ってないなって言ってますね私もビタ押し苦手ですけど花火たまに打ちますけどねいや花火は面白い面白いですね、はい空気読めゴリーでゴリヤマさんは、シャバーニーとどっちがイケメンですかって言ってますけどシャバーニーシャバーニーね、ガーリンでしょ伏せの店長が復讐人時代に夜の店に万枚使った件で一言お願いしますって言ってますけどねいやーねそれね、はい、僕もやりたいですやりたい万枚はすごいな男の夢ちゃいますこれいや夢ですね、はい店長実は YouTuber で副業やってるのかなと言ってますけどねYouTuber やったんやんすごいな、うん、ガガ店長 YouTuber やったんやわらわらと言ってますけどね、ガーリンさん、家に帰らずネットカフェでリネージュしていたから離婚したんですねいや家にパソコンありますからこれまたリネージュネタ覚えてるのすごいなねえあよう覚えてんのいや確かにネットカフェいいけど前のねあの重曹の店長時代はよく行かれてたっていうふうに聞きましたけど、ね、あのはいそうですそうですね今は行ってないね今はもう行ってないですね、はい、お家まっすぐ帰ってますね、はいゴリヤマはゴリラなんですかそれともマントヒヒなんですかと言ってますけどどっちも違いますねゴリラのマントヒヒかあ店長来ましたおアタックビジョンああこれ初めていいなこれ純粋に楽しみますねこれねもういいじゃないですか、はい目押し苦手だけど鼻鼻なら目押しできるってね言われてますね。え万枚ガーリン普通に一人で店長だからそこそこもらってるんだからいけるやんって言われてますけどね。ただそれに使う勇気ですよね。一、ね、回で。そう。まあ分割システムのね分割でいく人もいますけど。そうそうなんだかんだって僕ね利益、はい、払ってるんでね。はい、あそんな使えない。はい、そんな使えない。ないですはい、アタックビジョンは腰で押し込んでって言われてますけどね。小日林さん、ゴリヤマの面白話を教えてと言ってますけどゴリヤマの面白話なんかあったかな、最近なんかありました最近ね、はい、ないでしょないのいやとりあえず、周りがいじるんでね周りがいじる周りいや、もうゴリラしか言われてないいや、ゴリヤマ口にあれですよね不意に副主任から LINE 来て画像が送信されてきてほうあれですよねまあそれ言っていいやつ大丈夫大丈夫教えて教えてください教えてくださいいや言ってあげてくださいいやまさかのですねはい同じ同某副主任がはい LINE が行けまして LINE 来たはいで画像付着しましたっていうあの LINE が来てたのではい何かなと思ってはい開いたらですねはい、神獣王のゴリラ覚醒っていう、はい、画面のそれさっき言われてたやつじゃないですか完全にめっちゃ面白いもう先にあれですねスタッフさん同士でやられてたんですねやられて
こっちはもう何こんな時間に LINE 何やろうと思ってたらいや、なんかあったんやろと思うよ。まあ、普通はね、時間が時間やからねって思って、パッて開いたらただそれゴリラ覚醒っていう画像面白いじゃないですか。あ、そ、ありました。この前はいはい2週間ぐらい前ですね。ええ、何夜中の、はい、2時前ぐらいに、はい、森山副主任から LINE が来て、あ、LINE 来た。はい、はい、僕寝てたんですけど、ほうほう、朝起きて、はい、いや、なんかあったんやろと思って、はいはい、こんな時間に LINE を送ってくるってことは何かがあったんだろう。まあそうですね、はい、まあ LINE じゃなく電話をしたんですよ。はいはい、で電話を多分2回ぐらいかけたと思うんです。心配で、はいはい、まあ何でか分かんないからね、はい、電話してしっかり LINE で帰ってくるって電話には出ないんや。電話には出ない。なんで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 すかね。めんどくさかったらちょっと嫌われてるんです。ああもう電話で話すことじゃないねんって感じですか。もう LINE で済むねんってこと。いや文明打つ方が電話の方が早いと思うけどね。いやそうですよね。いや僕もそう思って、はい、まあ心配して電話したんです、ね、これは女いる疑惑やぞって言われてますけど、あ、女、いや、そうそう、女と一緒やったんか。そうそう、そうそう、あ、そういうことか。そこはね、ちょっとね、気使ってあげて。あ、あ、そうか、邪魔したがらなかったんか。そうそう、はい、僕は別に構わへんけど、ね、はい、そうかそうか。あ、女がいて声聞かれるから LINE なんかな。あ、そうなんや。あ、そういうことか、そう、そうなん。そう、そんなことはたまたまです。たまたま、いや、たまたまやったら嫌われてるよね、完全に。いや、そうですよね。うん、言われ聞こえちゃうから言わせんなよ。いやもちろん電話かかってくると思って結構携帯見てたんですけど、ほうほう、あなったと思って見たら普通に LINE でしたね。なんでやねんってね。いや疑惑は残りますね。いやいや、そこ電話やろと。そうですね、はい、タイミング悪かったよね、タイミング。ゴリ正直に教えてよ、小日暮し嫌いって言ってますけど。おい、嫌いじゃないですよ。いやじゃない、あ、なんで電話出なかったんかはもう闇に封じる感じかな。いや俺そこ聞きたいわ。そうですよね、なんでか聞きたいですよね。ガーリン店長は3人の娘の養育費が厳しいに無理ですよ。それいきなり何の無理っすか。さっきのお姉ちゃんの店行けないってやつね。いや、行ける行ける行ける、ちょっと、うん、ちょっとね、はい、行ける行ける行けるんや。大丈夫大丈夫、誘って誘って、はい、ガーリンが唯一いじれるのゴリ山だっけと言ってましたよね。言われてましたね、選手たちから言ってましたね。そうそうそう、ガーリン店長、天井時のぶっ込みなんかないんですかってやってますけど、僕ね、ぶっ込まれること多いですけどね。そうですね、かなりぶっ込まれてますよね。ぶっ込むことないですよ。ちなみにガーリン店長は天井時になったら結構仲いい店長はどなたなんですか。誰ですか。あ、でも森は仲いいかもしれないですね。あ、刺激、はい、刺激。あとは、まあ、エリアとかどうですか。今は、まあ、北山エリアですけど。あーでも遊び行くとかないですね。あー、まあまあね、店長時、まあ、お仕事ね、遅いんでね、終わられるのなかなか遊びに行くのは難しいかもしれないですけど、でも幅広いかもしれないです。あ、幅広い、はい、柏木店長とかどうですかって言ってますけどね。あ、そうですね、新大阪のね、柏木店長もそうですし、はい、細田店長もそうですね。あ、細谷店長、はい、あ、細谷店長と一緒に夜のお店行ったらじゃないですか。いや、なんか行ったらね、はい、ちょっとね、本気でハマりそうね。あ、またえらいことになりますよ。ちょっとあの人はちょっとまずね、ちょっともうちょっとレベル上げてから行かなかったら、はい、ちなみに今週 の、 日曜日神津島なんでお伝えしておきます。はい、小日林さんとゴリさんどっちが偉いのって言ってますけどね。どっちも一緒です。一緒、役職一緒ってことで、ね、はい、一緒です。はい、おもろいで、ね、ゴリ山たまにはガチで怒ってもええねやでって言ってますけど、ね、女の口説き方教えてください。恋の仕方教えてください。いや、僕も教えてください。教えてほしい、はい、言われてますけどね。ゴリ正直に言っていいやで、小日林何回死ねって思ったって言ってますけど、ね、いや多分自信持って言えることは、はい、思われたこと絶対ない。あ、ない、はい、あ、ない。何の自信やねん。何の自信か分からないね。今のあのドヤ顔ちょっとよく分かんなかったけどね。はい、天下店長マナカくださいって言われてますけど、ちょっとね、それね、あ、そうなんですよ、それね、はい、この前森に電話かけたんですよ、はい、お前やろ言うたら、僕違う言うんですよ。絶対あいつしかいないと思うんですよ。他の店長誰なんでしょうね。誰でしょうね、記憶浮かばないですね。浮かばない。ね、小日林の面白話を教えて。あ、ゴリ山さん、逆に小日林さんのなんか面白い話あります。面白い話ですか。はい、いや、僕より面白いことないんでね。僕より面白いことない。自分でハードル上げるな。ハードル上げる。すごいね、どこに何をぶち込むんかな。
女店長もいるんですかってことで、まあね、お店いますよね。野崎とエビエかなに、あの女性の店長いらっしゃいますけどね、はい、ガーリン本気でハマってもいいじゃんって言われてますけど、いや本気でハマったら本気でハマるんですよいや大人がね、あの危ない遊びハマると本当にハマるからね。そうそうそう、ほんまにあの奈良駅前の店長みたいにね、あの抜け出すの大変になるから気をつけてよ。西田店長の履歴書写真ってどんな感じですかって言われてますけどちょっとやばいかもしれない。やばい、いやこれちょっとじゃあ会社説明会やりたいですね。ちょっとやばいと思う。ちょっと見たいですけどね。いやいや、店長は福原で見かけましたよそれ誰、ちょっと行ってないから。そう、行ってたんや。行ってない、はい。ゴリヤマさん、メスゴリラとオスマイマイどっちがいいって言ってますけどね。オスじゃないけど、まあいいけどね、まあ僕より面白いのないってやるなってね。細田さんは30後半からセクキャバにハマったみたいですからねあの身内ネタどうもありがとうございます。いやなんかね、僕もね同じルート走りそうで怖い。うそー、いやその前にちょっと彼女見つけましょうよ。いやほんまに考えなか。え、ちなみにガーリンでしょ、あのこれ聞いていいか分かんないですけど、はい、あの卒論されて、卒論出されて、はい、どれぐらいになるんですか。いやでも1年、あ1年1年とちょっとですかね今でも、ね、あれじゃあ一番ちょっと寂しい時期ですね、はい、1年ちょっとやったらね。そうです、あの最近孤独死しそうです。孤独死じゃあちなみにあのどんなタイプの女性以外かちょっと言っといたらいいんじゃないですか放送で。あーでもなんかおっとり系かもしれないですね。あ、おっとり系の方がいい。今とりあえずあの癒してほしい。あ、癒し系の人がいい癒してほしい。すいません、どんな心の傷を負ってるんですかあ、癒し系の人別にあれですか、年下の方がいいですか。あ、でも年下1回行ってみたいですね。あ、年下1回行ってみたい、はい、あれ、前の奥様は。あ、同い年です。あ、同い年、はい、年下がいいそうです、皆さん。はい、はい、え、身内の大暴露大会になってるでも最近、ガーリー最近女の人に触ってないでしょって言われてますけどちょっと生々しい。まいたのだけど店長はどこ行かれたんですかってことで、あの後藤店長はね、ちょっと転勤になられたんでね、はい、あのまた発表あるんじゃないかな。GHK、ガーリンを励ますかい。いや、僕は励ないと思う。励ますってあれやで、ドンマイの回ですよ、これ。そっちそっち。あ、そっち。僕、ほんまに励むの話か。まあそれ、そのコメントも来てました。GHK、ガーリン過去ストレスで励ますかい。どっちも来てました、はい。え、前の奥さん、癒し系じゃなかったんですかって言ってますけど。癒し系のはずやったんですけどね。癒し系のはずやった。どうなんですかね、まあ、いやいや、もうでも本当に、はい、癒されました。癒されてた、はい、まあ、え、前も癒されてたの。癒されたんですからね、はい、離婚したんでねまあね、はい、まあまああの頃は良かったなって。そうそう、はい、もうね、まぶたにね、焼け残ってますよもう目閉じても今浮かんできますよ、はい、まあまた多分25日前後にあの洋服お願いしますっていうね、催促が来ると思いますけどはい、ガーリン店長の代は特化ゾーンなんか入ってんのって言ってますが、これ今一応継続かな。そうですそうです。はい、何年目ですかこれ。何年目とか、これ4年終わって5年目。あ、5年目、5年目かな。消化中に出ると思います。あ、何気に続いてますね。そうですね、ガーリン店長の代 ね、 僕、はい、天下店長プライベートで何打つんですか最近ほんと打ててないんですよ。あ、打ててない、はい、本当にあの家の掃除とね、洗濯で終わられてるんですよ洗濯一軒家の広い家を思ったより掃除大変だえ、あのガーリン店長結構あれですか、あの几帳面というか結構あれですか、綺麗好き。いやいや、もうあの普段寝るか、はい、洗濯するか掃除するかです。あと YouTube 見てるかですね。そうそうそうちょっと遊びに行った方がいいですよ、ガーリン店長。いや、よく言われると表出ないと出会えないよって。そうです、まあそれはそうですね、いいよってことはあんまないですけどね。あ、そうなんですよ、この前ね、はい、あの副主任と、はいはい、買い物で梅田に行ったんですよ。おお、心躍りおりました心踊った、踊った踊った、もういやちょっとガーリン店長ちょっとね、人のぬくもりをねそう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 、あの人のぬくもり感謝って言ってそう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 、今はちょっと人のぬくもりをねちょっと、あの欲しい年頃ですね。そう、欲しいに変えようかな思ってなんかあ、小日向さん次回予告来ましたね。そうですね、これ熱いやつ。いや、ただこのここで行くんかって思うとこです。あ、ちょっとチャンスですけどね。はい、西田店長と高田店長って気が合いそうな気がするって言われてますね。あ、でもあれですよ、よくご飯行きますよ。あ、そうですか、はい、あの千里店のね、移動になりました。そうそう、高田店長ですけどもね。はい、でもあの北摂エリアの店長結構みんなあの和気あいあいと仲いいなって雰囲気ありますけどね。そうですね、
GHK でね、また来てますね。エビエにもお店あるんですかってことで、駅前ですかってやってますが、エビエはちょっと離れてますね。野田阪神からちょっと歩くんじゃなかったかな。天賀店長、養育費月に給料からどれぐらい持っていかれるんですかって言ってますけどね。いや、生々しいわ、もう。切ないわ。切なくなるからやめて。なんかガーリーの話つらいわ。養育費欲しいとかかわいそうと。いやつらいやつ突っ込まずに。ガーリー家売って引っ越したらいいのにって言われてますよね。いや本当それよく言われるんですよ。天が使ってますかってね。使ってない。ガーリーの家は誰か店長遊びに来たことありますか。あはいありますあります。あどなたがあれですか。あ細田店長もあります。細や細田店長来たんや。はい。結構豊中の店長とかも。仲いいですね皆さんね。はじめ店長も来てます。あ、なるほど。はい、高田店長も来てますよ。めっちゃ仲いいじゃないですか。らしいですよ、上田さん。じゃあ今度は北山マネージャーとかも行きそうですね。あマネージャー一回ありますよ。あ、そうなんですか。ありますあります。めっちゃ行ってるやん、みんな。はい、ガーリン店長、今度泊まりに行ってもいいですかと言ってますけど。ちょっと誰ですか、それ。女子だったらいいんちゃいます。ああちょっと、あの無事で帰れる故障ないですけど。危ないな。まあでも家来るってことはね、もうその気ってことやからね。はい、ガーリンさんは指導スタイルがジージに似ています。こういうことこれどういうことですか。それ何見て言うてんやろね。指導スタイルってどういうことや。いや絶対刺激でしょ。刺激暇なんから、ね、吸い立て来たらいいのに。そうそう、小日林とゴリヤはお前ら気を使ってガーリンの家でパーティーとかしたれよ。あみんなね社員ずれてね。あの新年会とか忘年会ね、あの店長の家でやったんちゃう。ホームパーティー、その代わり汚したら怒られそう。天下にカイロ貼って使いよぬくもりってね。天下店長のポストにたこ焼き入ってるかもよ。でもガーリーの家行きたくない、だって広い部屋で一人で AV だろうと言ってますから。言われてますけど、ね、家って人がいないとダメになるよねって言ってますけど、ね、ダメになるダメ。まあでも確かにあのよく言いますねこれはね、痛むって言うよね。痛みました。はい、かくそそう。店長手作り料理作りに行っていいですかって言ってますよ。いやほんまですか。じゃあちょっと女子か男子か教えてください。そうですね、それをちょっと教えてほしいです。中間とかいろんなしでお願いします。中間ってたまにいますからね。はい、ガーリンのゴミ箱ティッシュ多そうって言ってますけど。この辺もどしもやな完全に。あのちょっと一言言っていいですか、はい、あのスタッフ見てるんで。分かんないですよ、これスタッフかもしれないよ。男の子じゃない、あ男の娘と書いて男の子じゃないですかって言われてますよね。その可能性もなくはないよね。できたら女子がいいね。女子がいいです、はい、あのニューハーフとかで、ね、綺麗な方いらっしゃいますけど、はい、できたら女子がいいらしいね皆さん、はい、女の子でね、はいはい、彼氏募集中の方は彼氏募集中お願いしますね。あ、ガーリー店長はやばい。まだ分かんないですけどね。あ、お、また無双行きましたね。これ引き戻しのチャンスかも。ガーリー放送見てたっていう店員さんいましたかって言ってますけど。何かおったっけ。いましたね。結構いましたよ。ね、多分選手のゴリヤマコメントは全部あれです。スタッフさんっぽいですけどね。間違いない。はい。今日でも何時ぐらいだったかな、10時半ぐらいに、はい、お客様に声かけられて、ニコ生見てますって言われましたけど、あのね、そのまいまいさんのところ行く前に僕のところ来たんですよ。あ、そうなんですか、はい、はいはい、大打ちながらニコ生見て、YouTube で見てくださってる。そうなんですか、へぇ、すいたろうね、お客様ですよね、はい、ありがとうございます、本当にね。ちょっと急でびっくりしましたけど、でもああよかったと思う、嬉しかったですけどね。あ、小岩井さん当たった。いやーゴリエムさん、ガンダム空気なってるわ。あ当たらないですね。ゴリエムさんちょっと暇でしょ。暇ですね。コメント読む。はい、コメント読む。コメント読みますか。コメント読んでみる。コメント読みますか。あ、読みたいですね。あ、読みたい、はい、いいですよ、全然こっち来てもらって読んでいってんじゃん、どんどん。じゃあちょっと MC コヒゴリヤマということで。すごいな自分ね。いや結構グイ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 やね。ようやるな、ね、いいじゃないですか。じゃあちょっと待ってね、あの乙女に画面するから。いやいやいや、ちょっと何でもやってみたらいいんですよ。じゃあこれあの画面ね、一応ちょっと
乙女と乙女ギガメにしとこうね。ちょっと今日の俺良くない？いや店長すごいっすね。いや店長どうしたんですか今日？やっぱりスロットやからかな。いやちょっとお口も上手ね、いい感じで潤ってますけど。はいはい、マイクとバナナ用意したね。確かにバナナいる？買ってこようかローソンで。コメントバナナ与えてあげた方がいいと思う。あ、なるほど。じゃあちょっとゴリヤマさんね、今 MC するから、ね、ちょっと待ってよ。昇格しましたね店長。おお、店長どうしたんですか今日？素晴らしい。えらい調子いいじゃないですか。やっぱりこういう時ないと、たまにはたまにはね。どうぞどうぞ。ゴリヤマ頑張れみたいな。じゃあ皆さんちょっとコメント送ってあげてね。じゃあここでだんだん下に行くほど新しいコメントになるので、今ちょうどこの辺まで読んでるので、ここから読んでもらって、はい、このスクロールずっと下いけますので、じゃあちょっと頑張ってやってみよう、はい、ちょっともうパニックだったら読んでください。すぐ行きますので、はい、一応コメントはこっちでも見れるようにはしておきますので、はいはい、じゃあちょっと頑張っていただいて。店長、可愛い店員いますかって聞かれてますけど。可愛い店員、はい、あ、いますいます。あ、スイタ店いる、はい、じゃあちょっと見に来てくださいよ、可愛い店員さんを。そうそうそう、見に来てください。ワゴンさんも可愛いってね、この前言われたんですね。またコヒレの話だったよ。また言われるで。いやいや、はい、じゃあゴリヤマさん、どうぞ行こう。いや、さっき呼んで考えてない？読みながら考えないと。読みながらいろいろなんか来てるんですけど。あ、どんどん読んでて、いいよいいよ。もう本当に読むだけでいいね。大変やと思う。俺も吉本の時こう目の前に文字見えたけど、もうね、追っかけるの大変で。結構大変ですね。うん、いいよいいよ。目についたやつから読んでいてもらったら。店長、店員さんをナンパしていいですかとか来てますけど。ナンパ、それはやめてください。それはやめていただきたい。でもお客さんの、店員さんのナンパね。まあ、店員さんやめていただき、やめたらやめ、はい、それはダメ。ほぼ僕のことしか来てないですね。ちょっと頑張って頑張って、呼んでよね、呼んでみて。MC に昇格とかですね。そうそう、頑張って頑張って。頑張れ頑張れ。ジャックバウアーさん、こんばんは。ジャックバウアーさんがどっちかって言ったら岸学の方ちゃうかなと思うんですけどね。何でドキドキキャンプやったっけ。キーファーサザーランドではない。そうそうそう、そっちじゃないよね。頑張って頑張って。ゴリヤマさん、彼氏いますかって言われてますけど、ね、そうですね、その辺どうなり。そうです。そうです。いませんからね。いません。僕は男は男よりも女の方が好きなんで。男よりは女の方が好き。すごい。そのまあね、まあまあね、 MC できてない。そう、頑張れ頑張れ。頑張ってます頑張ってます、はい、とりあえずね、見て 目についたコメントは読んでいてもらっていいよ。僕はナンパしたことありませんよ。あ、ゴリさんね、客ナンパした。自己解決してない。うん。いや、だってガンがメスゴリラだろ。あれやろ、ナンパしたことやめて。あ、やめとく。いや、店長それは。そう、やめといてください。あんの店長、やめといてください。あるんや。それは、それ以上は。一応コメントのコツとしては、流れてきたコメントを読んだ後に自分の思ってることを言ったら一応受け答えできるんで。すごい勉強会やで。いやいや、店長も箱使いますし。おお、ね、店長一応一箱はいけるんじゃないですか。いや、いけますね僕多分これ。はい、ええ感じです今日。じゃあちょっとゴリヤマさん座ってもいいから読んでてもいいよ。朝並んでる客ナンパしてるのを見たぞって。いやー、朝並んでる。そう、自分そんなことしてんの。してないです、してないです。してないです。マジで、そんなこと。すごいな。仕事ばっかりしかしてないです。仕事そんなナンパすることなんか。呼べて呼べて。なんだこの講習。いやいや、でもね、まあ、店員さんもこう MC やってもらったらまた幅が広がるからいいかなと思いますけど、ね。まあ、キャパがね。そうそうそう、喋る練習になるからいいと思いますよ、はい。ね、だって知能高いからね。あ、そっか。店長がナンパしてるのも見たぞって来てますよ、店長。店長、そんなことですか。店長、そんなことされてるんですか。さすが。いや、あのね、本当に結構来てますよ、俺も見たみたいな。店長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 。女性、最近ちょっと触ってないとか言ってて、ナンパしてんすか。いや、そんなことされてるんですか。お前ら助けろよ。めっちゃ便乗してるよ。ほんまに。ないから。ない。あ、俺店長にナンパされたと。いやいや、俺って。マジか、男行った。
店長がそんなことを言ってますね。いやすごいキャラになってますけど、誰でもいいよ。店長 MC しますかって来てますけど、店長 MC しますかって言われてますよ。いや僕はねちょっとね、はい、もし流れるとね酔いそうなんでやめてください弱い、さらに弱い弱いな。あ、ガーリーの MC が見たいってね言われてますけど、店長が曲ナンパしてた。今の中山君見てちょっとね、はい、無理だなって思って。いやでもあの最初は無理ですよ、やっぱり、うん、慣れたらできますけどね。わしとは浮気だったのかのって来てますけど、店長中山君ちゃんと言ってわからないダメ出し、ほんまのダメ出し来てるやん頑張って店長が女とラブホに行くのを見たって言ってますけど、あのね、それねちょっとねマジでちょっとねマジですごいですね、絶対身内でしょ身内ラブホ行かんでもうちあるからあ、そうやそうや、お金使わんでもいいよ。そうだよ、部屋いっぱい空いてるから部屋は空いてるんですね切ないちょっと悲しいよね。あ、ゴリヤマさん、あの質問来てるよ。これまでに付き合った女性の人数は、お、あ、俺も聞きたい、気になる。ガチの人数です。あ、結構ね、なんかね、はい、結構ね、手が早いっていう話、手が早いよね。いやそんなことはないですよ。でもガチの人数は4人ですかね。あ、まあでも4人なら普通じゃないの。もうね、29歳なんて。逆に少ないかも。1人の人と付き合ったら長い方とか。そうですね、結構一人一人が長いので。一番長かった方で何年ですか。一番長かったので3年ぐらいですかね。あ、長いね。そうですね俺ゴリは DT と思ってた違う、うん、違いますね。店長がホテヘルに行ってるのを見た。結構いますね。はい、ガチの人も切ない。いやーもうほんまね、部屋いっぱい行ってみたい。行ってみたい。今ちょっとホッパーエラーになってるんでお待ちください。いやーよう出ますね。いやー絶好調ですね。絶好調ですね。1000枚行くそうです。まや。一箱は行きそうですね。それね、多分誰かと勘違いしてますよ。え？誰かと勘違いしてる。僕行ってないですよ。あ、そうなの。はい、その4人のはどこの店なの。いや、店の子はナンパしたナンパしたわけじゃないですか。4人って言ってるのは、うん、その4人はコヒレ身内ばっかりやん、コヒレやったらね。ガーリー店長に質問なんだけど、回転するベッドのホテルに泊まったことありますかって来てますけど。だってあのパチスロの音に負けてるよねいや、あの回転するベッドのホテルに泊まったことはありますかって質問来てますけど、ガーリー店長、僕の時代そういうの少なかったです僕の時代って時代え、今回転するんですか。はい、回転もしますし、ガラス割りのところもいっぱいあると思います。めっちゃ知ってるやんさすがやな、めっちゃ行ってるやんすごいな。なんですかね、やっぱりそういうのをね、僕はね、したかったんですよね。もうそんなせいでも店長自分の家連れ込んないじゃん。いやいや、ほんとそれが早い。それが早い。今のちょっと爆弾。それが早い。危ない危ない。店長に下ネタばっかり来てますね。いやもうどんどん行こう。店長の家に三角木馬あるって本当ですか。なんで三角木馬。三角木馬。いや、置けんことないけど。置けんことないけど、まだない、まだない。いらないから。店長の部屋って結構マッドサイエンス的な部屋なんですかとか来てますけど。マッドサイエンスすごいな。西田店長どうなんですかね、こうインテリアとかこだわりあるんですか。あー、全然、はい、全然、はい、普通ないです。あ、ない、はい、なるほど。カーリーの演技手錠あるの見たことある。もう言ってますよねこれ SM ない大丈夫。ないですよ、ない。あ、小林さん本当に大好きです、愛してるって言ってますけどね、小林さん。まず小林ではないです。そうそうそう、小日林さん、はい、回転したらあかんぞって言ってますけどね。回転したらお姉ちゃんなんですよね、これね。え、最近の風営法は確か回転ベッドダメやったはずやおー、あ、ガーリンは女性店員を家に連れ込んでるのは本当って言ってますけど、ね、いやいや、ないないちょっとね、店長の家にスケベイスありますかとか来てます。店長の家どっかと間違えてるよね。ちょっとね、みんな妄想ね、はい、ちょっと激しいわ。ラブホテルになってるよ。違うから、はい、小林さん結婚してなかったらもうアタックしてた。名前変わってる。え、小林さん、小林
コボってコボそのコボっていうのは何なんでしょうか。どこから来てるコボちゃんですかね。はい、ウィッシュで女性店員連れ帰ったんだろうと。帰ってない。もうほんまね、ちょっとね、スタッフ見てるからちょっと勘弁して。明日からちょっと見る目変わるよね、店長。家 で女性に個人指導してるんだよな、店長を見て来てますけど。個人指導、何の個人指導してるの。あ、女性店員さんおってこと。こうしなあかんでみたいな。それね、ちょっとね、AV 見すぎやな。ほんまにどエロやな。ほんまに。あ、次も来てますけどね、コメント。米だけで見てたらアーリー最低やな。確かに米だけ見てたらどんな店長やねんイメージは。はい、あ、ガーリンちゃんの、あ、ガーリン店長のお家はルームシェアしないんですかって言ってますけどね。それよく言われるんですよ。なんかね、役職の方か誰かで一緒に3人で住んだりとかね。いやそれもね、ありかな思ったんですけど。ありなんや。はい、はい、店長に個人指導されたいというコメントも来てますけどね。お、女子かなこれ。女子ですかね。女子やったらぜひ水田店来てください。でもあれですね、それコメント返しづらいですよね。コビ林さんになら手錠つけられたんかも。コビ林さんなってるよね。あとホモ林さん、彼氏いますかとか。誰がやねホモ林さん、彼氏はいるの。彼氏ですか。はい、彼氏欲しいですか。彼氏欲しいですね。欲しいや。欲しいや。欲しい。嫁もおるけど彼氏も欲しい。嫁もおるけど彼氏も欲しい。欲張り。欲張りやな。いや、どっちも欲しいや。うん、本当は部屋貸してあげたらいいのにって店長にも来てますけどね。あ、ルームシェアね。ルームシェアの話。私店長個人指導それ。ガーリン店長の威厳崩壊って言われてますからね。どうなんや、威厳そもそもあったのかっていうところですけど、ね、いや大丈夫。威厳はありますね。はい、特に女性店員に部屋貸してあげたらいいのに。ちょっと店員はね、まあね、ちょっと、はい、誤解されても大変だからね。そうそうそう、はい、不女子なんでそのコメント美味しい。この前やすさんの彼氏ってガーリーでしょ、家入っとくとこ見たわみたいな。あ、本前やすさんの彼氏ね。彼氏がガーリー店長みたいですね。本前やすさんいるそれ。ノーコメントで。逆にあれですよね、ゴリヤマさん、ちょっと気まずいですよね、そうなると。そうですよね、もうなんか邪魔してる感じで、申し訳ないな。いやいやわ。いやいや、僕はあれですけどね、小林とね、はい、中山くんがね、はい、あ、そっち。私も見たって言ってますけど。よくあるね、飼育されてるやん、自分。もう どういう方向性に持っていこうとしてるのね。ガーリンさんはコッペパン派ですか、それともフランスパン派ですかって言われてますけど。コッペパンか。二択すごいね、二択。二択がすごいですよね。選ぶのが。どっちかやもんね。はい、ちょっと難しいね。まあフランスパン美味しいけどね。美味しいけどね。はい。店員さん、店長ってこんな感じの変態なやつですよと言ってますけど。はい、林さんの BL っぽいセリフ聞きたい。ボーイズラブなセリフ。BL っぽいセリフ。難しいよね、BL っぽい。難しいですよね。はい、同人誌読まない。同人誌読まない。いや、ちょっと次回までね、ちょっと課題で、なんかセリフを。はい、見ときます。はい。ゴリヤマに質問、マイマイと付き合いますかって言われてます。すごい質問来ましたね。じゃあ、これちょっと、ド直球言ってあげてください。ちょっとね、これね、はい、返答困るよ。返答困るって失礼じゃないですか。奥さん見てる。勘弁してください。飲み込んで僕のエクスカリバー。不女子枠獲得するためにもお願いします。黒板のなんかのインゴ。多分 BL じゃないと思うけど、普通にコッペパンのフランスパンって言われただけだと思うけどね。ホモが嫌いな女子なんていませんって。あー、どうなんでしょうね。でもホモはホモでもなんかこう綺麗なホモがいいんじゃない、みんな。そうですね、うん、ガチムチマッチョのホモとかどうなんでしょうね。ちょっと中山くん嫌やわ。ちょっとゴリゴリ系、ゴリゴリやね、ほんまのゴリゴリやね。ゴリヤマって結婚してたのって言ってますけど。そうです、いや、まだ結婚はしてないですけど、ね、彼女はいてるね。彼女はいてるんです ね、はい、林さんは猫なんだけど攻めを頑張る少年設定でお願いします。どういうことよ。猫なんや、猫やけど少年なんや。あ、深い意味はなかった、純粋なコッペパンだったんです。その二択が面白いね。なんでその二択やったんか。よく読めんかった。この人が好きなんかな。
あ、模範解答は結婚してなかったら付き合える。ああ、そうね。さっきの私に対するね、模範解答なのね、はい。ありがとうございます。芸能人ですか、僕の彼女は。あ、ゴリヤマさんの彼女、芸能人誰似てるって言ってますね。なんか選手も言われてなかった。そう、選手も同じ感じで言われてた。そうですね。じゃあちょっともう一回考えて教えてあげて。芸能人ですね。なかなかこう芸能人に例えることがあんまりないのでね。雰囲気とかどうなんですか。ちょっとまあこう先店長がおっしゃってたちょっとやあの癒し系なのか、まあ、それともちょっとサバサバ系なのか。あ、どっちかっていうとサバサバ系なのかもしれないですね。サバサバ系、はい、そうなん、あ、そっか、あんまりここで山田花子っぽくっぽいって言ってなかった黒川智香土屋香織とか土屋香織ベッキーはやめの嫁やん元嫁やんキャーって堀北真希ベッキー出てますけどなんで堀北真希とベッキーが来たかちょっとわかんないな森山と林でも燃えるって言ってますベッキーはやめーって言われてますけどねスマップですかって言ってますけどちょっとゴリラっぽいってどういうことやんくるんなんでくるんだこのたまにちょっと意味わからんコメント何なんですかねちょっとね、あのね、もうみんな言う以外見てないでしょ川谷絵のね、これあれやんけ、ゲスの極みの人じゃないですもうやめてあげて荒れるからやめとこう荒れる荒れる、あかんあかん面白いな年上や言ってたもんね、ゴリヤマさんの彼女ね言ってたよね、はい、まあ、西田店長ね、質問また来てますけどね、はい西田店長って日曜大工みたいなことはしないんですかって来てますけど、あ、結構好きですけどね。あ、なんかこう制作するのは得意ですか。はい、好きですね。だから作ってもらいたいですね。なんか、あ、でも得意ではないですよ。まあできる、できるのはできる。はい、なるほど。今日ゲストが M ステデルで、あ、なんかね番組出るみたいね。勝吉いつ泊まりに行っていい。なんで。勝吉いつ泊まりに行っていいって言われてますけど。泊まりに行く人おるよ。まずね誰かわからんからね、はい、困るよね。しかも完全にあの呼び捨てから入ってるって、ね。ああ勝吉刺激かないいよ。あ刺激はいいや。で刺激最近あれですよ実家帰ってないらしいんでね。あいつか。はいちょっと勝吉さん誘って遊んであげてください、ね。あ店長最近何作ったんですかって言われてますよ。何作った。あ、さっきなんですか最近、はい、あの日曜大工みたいなことしないの、はい、って一人になってからやってないですやってない何も作ってないって最近、はいはい、お店のポップとか手作りしちゃうんですかって言ってますけどいや最近ないねないですね、まあ、最近ちょっと業者に頼むことが多いかな、ね、業者が多いですね、まあ、あの店舗によってはねあの手作りしてるお店もありますけど ねゴリヤマさんかわいいもっとアップにしてって言ってますけどゴリヤマさんかわいいってかわいいって言われること慣れてないんで何とも言えないですけど、ね、そう、そこはちょっともう素直にありがとう逆にそこは何とか言ってよちょっと僕も欲しいそれかわいい言われたい僕言われたいってか僕ゲスしか言われてない、うん、最近ちょっとゲスキャラなって言ってますけどねあでも林さん家に泊まりに行きたい飲みましょうって言われてますけどね誰んち林さん家私の家ですかはい、小日林さん家私あれですよはい飲めないですよあえ、飲めないよ。はい。もう一滴も？一滴も。お酒弱いんだ。そうですね。あの、ちょっと諸事情で。諸事情。意味深やな。なんかアレルギー持ってるとかじゃなくて？あ、そんな感じです。あ、はい、まあアルコールもね、アレルギーありますからね。そうですね。ちなみにゴリヤマさんは？僕はもうガンガン飲めます。あ、強そうですね。同じもんしか飲まんやない。何飲むの？何飲むの？ですね、はい、ハイボールを。かわいい。ハイボール、ハイボール飲んでます。でもハイボール永遠飲むかんね。永遠に飲んでますね。ハイボール飲み出してからもうハイボールしか飲まなくなっちゃって。そう、めっちゃハマってるやん。めっちゃハイボール言うやん。ほんまや、めっちゃハマってるやん。めっちゃ美味しいです、ね。店長ちなみにお酒どうですか。僕ダメなんです。あ、飲めない。はい。意外ですね、結構ね。店長陣お酒強いイメージあるんですけど。いや、本当に飲めないんですよね。はい、よしですよ、皆さん。泊まっていいのは振られる覚悟のあるやつだけど、まだまだしまったけど刺激なら猫になれる刺激もガーリも一人同士やねんからもう早くお泊まりに行ってやれよ小日林女の酒しか飲めない林くんはオレンジジュースでいいよって言ってますありがとうございます優しいな優しいですね、はい
西田店長でさっきからまとめるとお家ではつべ見たり AV 鑑賞したりするみたいですけどそれ以外の趣味ありますかって言ってますけど勝手に AV 鑑賞になってますけどいやアニメですアニメ趣味何なんですかじゃああでも結構ね、はい、アニメばっかり見てますあアニメ見てるんですか見てます見てます最近というかまあなんか一番面白かったアニメとかありますか最近は面白かったアニメどんな系統を見てるんですか、あでも深夜やってるやつが多いですね深夜アニメ、はい、結構リスナーさん詳しい人多いと思いますけどね、うん、じゃあちょっとこれはこれはっていうのを教えてあげて、はい、飲めないでちゃんと言えるのはいいことだよねってね笑顔が可愛いって林くんって言われてますけど言われてますねいや林さんなんかえらいあの人気ねなんかね笑顔が急にっぽいねなんかね初見何でもないようなことが幸せだったと思う重い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 ぞ重いぞ重いぞロードやめとけアニメ見てるのって言ってますけどねアニメ最近はルパンの2015とか面白いよって言ってますあやってますねリメイクでねやってましたねアニメ今もやってるのかなはい店長は女性店員連れ込んで AV 鑑賞するんですなんか全部ひっくるめてますけどちょっと違うね微妙にこれ、ね、ちょっとね、はい、ちょっとほんまに身内やったらちょっとね僕のキャラね勝手につくのやめてくれるかな、はい、店長はちなみにあれなんですかお店ではどういうキャラなんですかゴリヤマさんお店でですかね、はい、いやークールなんかクールって言いますかねあクールなんですか、はい、クールこれクールとはまた違うと、ね、また違うじゃあ小日向さん店長どんな感じですかちょっと聞きたいねちょっと違う普段店長ですか、はい、すごい明るくてはいすごい明るくてそうすごい明るくて言ってみたら、はいまあ、接客業じゃないですか僕らそうですねサービス業、はい、接客業はいやっぱ見本とお手本となってなるほど、はい、いいこと言うね小日向さんねクール俺の顔見てちょっと待ってクールってその何そのハテナみたいなクールってやってますけどねやっぱりずっと笑顔ですしさすがなので、ね、だから店長慣れてるっていうのもあるかもしれませんけどね、はい、日常系ですかハイスクール DD とかですかあ面白いですねハイスクール DD ねスロットでありましたけどね、はいそういったも入ってましたね、バラエティーにね、はい、ありますよ、はい、さっきちょっとちらっと見ましたけど、はい、あります。アニメ AV ですかそっちっていうかね、まあ、はい、ハイスクール DD 出てきたってんでねまあちょっとエロ系ですけどね そうね、そういうなるからね、はい、アニメで、僕だけがいない街っていうのが面白いよがありあ今やってます、やってますあ、見てるんですかこれ多分今日やるんちゃいます、ね、詳しいめっちゃ詳しいですね、はい、すごいな、はい、ガーリーなんか不潔って言ってますね何やねそれ不潔って何、ねメガネやベッキーの CM のやつかなって言ってますけどこれはあれガーリン店長かな何やったっけ黒、メガネ市場かなわかんないけどクールジャパンクール今期は不女子センサーに引っかかるアニメはなかったって言ってますけどね私はおそ松さん好きですけどねずっと見てますけどおそ松さんああ僕そこは知らないですねあれですよおそ松くんでやってたじゃないですか、はい、あれの大人になったバージョン今ずっとやっててあれ結構シュールで面白いですけどねいいこと言うねクール明るい別人じゃねえかって言ってますけどね小日向くん卒論出してうちと結婚してって言ってますけどモテモテやねいやすごいないいなちょっと僕もそんな言ってほしい言ってほしい映る姿は人それぞれっちゅうことやなって競技2時か稲中あ稲中ね稲中そうそう今日やるやつガーリン僕だけがいない街面白いよね面白い面白い僕だけいるんですね今期はディメンションダブルが面白い。わ分かんないわ全然。なんかもうアニメ最近全然見ないんでね。私もエンデック入ってからアニメ見る機会がもうなくなって全然分かんないですね。なんかありますゴリヤマクシーなんか今までにおすすめのアニメみたいな。おすすめのアニメ。これ面白かったみたいな。アニメ見ないんで、ね。まあ、アニメ見ない。個人的にでいいと思うんですけど。はい。僕は、はいはい、僕はちなみに僕なんですけど、はいはい、完全に筋肉マン。おお、筋肉マン一択なんですよ。まあ、筋肉マンだいぶね、前のアニメですけど、はい、まあでも面白いよね、筋肉マン。めっちゃ面白いですね。ちなみにあれ、なんていうかね、話がいろいろあるじゃないですか。はい、悪魔将軍編とかいろいろ。あれの中ではどれが良かったんですか。ああ、2つ。タッグトーナメントか。ほう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 。タッグトーナメントか悪魔騎士か。あ、結構じゃあもう全部見た感じなのかな。もう全部見ましたね。ゆで卵ってね、はい、筋肉マンはおもろいって言いますね。面白いです。
あれは声優萌えアニメ、あれ僕だけがいない街ってこと。ガリマキバオっていうアニメ知ってる？マキバオ知ってますよ。知ってますよね、はい。まあ、これ大人気もなりましたからね。はい、はい。ガーリーはお口ミッフィーでって言ってますけど不潔、はい、ガーリーさん離婚を前提に結婚してください。それ何目的ですか。完全に遺産目当てですよこれ。マガジンで連載されてるインフェクションっていう漫画が面白いよ、ガーリー見てみてって言ってますけど。ちなみにあの漫画は見られるんですか、単行本とか。あ、アニメの方がいい。あ、でも結構は本当にあのネットカフェ行っては、あ、ネットカフェ行っては見てる、いろいろ探してますね、らしいですよ。皆さん石田店長の一番好きなアニメは鉄人28号ですか。古いな、懐かしいです。懐かしいよね。あ、ガルパン面白いよと言われてますね。ガルパンね、ガルパン人気ありますね。人気ありますね、はい。今ネットの週刊プレイボーイで筋肉マン連載されてるよと言ってますね。そうなんや、本当ですか、らしいですね。林くん筋肉バスターしていただいてます。ここで難しいな。誰にあのどっかの店舗でパロスペシャル罰ゲームでやってましたけどね、2人とも怪我してましたけどね。はい、腰砕けたやってましたけど。いや砕けるでしょあれは、はい、本当だよって、ね、ガーリン僕はこれ過去アニメで別れましたって言ってますけどね。ちなみに前の奥様はアニメとかも見られてたんですか。あー、あんまり見てなかったですね。 あ、そんな興味なかった。あ、最近アニメ僕見てました。そういえば何北斗の拳 DD。 あ、いちご味でね、いちご味めっちゃ面白い。あれね、ちょっとサウザーかわいそうですけど。めっちゃ面白いと思って、ね、確かにあのギャグ漫画面白いですね。いや、面白かったです、はい。筋肉マン無料で見れるから小日林さん見てみてってね、毎週月曜更新だってと言ってますよ。ありがとうございます。ネットで週刊プレイブありがとうございます。アニメで好きなのは月刊少女野崎くん。これ聞いたことあるけど私見てないな。小日林さんは、私に筋肉バスターしてください、お店行ったらしてくれますかと言ってますけど。してほしいの。危ないけどな。筋肉マンとか北斗とか昔のジャンプどんだけ好きやねん。まあ間違いない、チョイスがジャンプなんて。まあこの辺でもね、あの好きな人多いとは思いますけどね。ちなみにだから、はいはい、ゴリヤマ副主任の、ね、アニメね、最近見てない。最近そうですね、昔は世代的にはね、僕と一緒なんで。あ、そうか、はい、29やもんね、はい、そうですね、昔よく見てた。中学高校の時とかどうですか。中学高校の時は、あ、何ですかね、あ、コードギアスとか見てないのって言ってますよね。あ、コードギアスは見てない。コードギアスは良かったね、良かったっすね。私は見てましたけど、セイントセイヤとか見てなかった。セイントセイヤは多分私の世代ちゃうかな。私は大好きで見てたけど。再放送とかじゃないですかね。そうですね、多分再放送世代ですね、はい。はい、アニメじゃないけどパチの店員で今やってるガロ見てなかったらクビやなって言ってますけどね。でも私ガロ実はあれですね、ちゃんと見たことないですね。ドラマとかアニメやってますけどね。そうですね、今ガロをやってるので。やってるやってる、やってますね。遊戯王、あ、遊戯王とか懐かしいですね。遊戯王は流行ってたんちゃいます。流行ってカードゲームめっちゃ流行ってたので、ね、え、持ってました。悠々白書とかね、悠々白書とかは見てたな、ね、大好きでした、はいはい。トラドラが好き。あ、わかる。あ、トラドラって知ってます。いや、ほんまよくわかってらっしゃる。私トラドラめっちゃ好きですけどね。いや僕めっちゃ好きです。店長食いついた。めっちゃ好きです。これあれじゃないですか、声優さん釘宮さんじゃないですか。そうなんですよ、ね、え、あ、釘宮さん、釘宮さん、そうそう、あのそこのみ、何だっけ、あれでしょ、あのシャナとか。あ、そうそうそう、めっちゃ詳しい。シャナ出てきた。アリアとかね。そうです、あの同じ、あのちょっとツンデレ上手な声優さんですけど、めっちゃ食いついたね。いや、もうトラドラはもう、あ、店長あれ泣けますよね、トラドラめっちゃいいよね。泣けますんで、はい、タルルート君とか、タルルート君見てない。そうですね、ガンダムシード、ガンダムシードね、私見てないんですよね。あ、ガンダムシード面白かったですね。ガンダムはダブルオーしか見てないな。フリーっていうアニメおすすめ。あ、これはあれやね、京アニやから、ちょっと綺麗な映画ですね。私大好きですけど、コヒバヤシとガーリンを生贄にコヒリを召喚しよう。生贄なんや。面白いのはカイジのアニメって言われてますね。アニメ面白いですね。クギューってやってますね。レッカの炎、レッカの炎、レッカの炎ですね。これは世代ですね。レッカの、ね、シャナわらわら、あの花、あの花はわかるな。あれはね、店長やばい。めちゃめちゃ良かった、あれは。いや、あの花は私ね、あの映画の方なんですけど、何回見ても泣ける。いや、泣けますね。もうやばい。映画はね、ちょっとだけあのオリジナルカット入ってるんですよ。
もうあれはやばいですね、うん、映画館行ってお友達と2人で行ったんですけど、友達はあの花見たことなくて映画付き合ってくれたんですけど、はい、2人で顔見合わせたらもうボロボロなって泣いてて、泣くでしょ、顔パンパンなってましたもんねちゃんとねティッシュくれるんですよ、先着で、そうそう、あれずるいなと思って、そうそう、あの花はいいですよね、詳しいってね、だいぶ静かになりましたね、あの花だけ、ね、いやその話なんか盛り上がってるよね小日林くんと好きなアニメ一緒とやってますね、あトラドラかな、ハイスクール鬼面組とか世代じゃないけど笑った、これも多分再放送ちゃうかな、ね、あの花は本当に泣けるってこと、いやこれ泣きたい時に見てください、本当に、本当にラキスタどうですか、ラキスタはね、まあ、単純に面白いと思います、はい、あこれもね、あの声優さん人気ある方たくさんいましたからね、はい、確かになんかラキスタもなんかね、パチンコとかだったら面白そうですけどね、面白そうですね、あグレンラガン泣きました、ああグレンラガンもね、パチンコなるんちゃうかって噂はなってるんですけどね、よく、ガーリンがあの鼻に話入ってきた、我々何がおかしいのこれはいけるんやみたいなね、機動戦艦、いやあれいいっすよね、でもあの花はいいですよ、はい、本当にベーマ見つけたは何回見ても泣ける、あ分かる、機動戦艦なでしこ、なでしこ見てましたね、なでしこ面白かった、面白かった、うん、あれ面白かった、てかガーリン一人の一人の広い部屋でアニメ見て AV 見てて過ごしてるなんかやっぱりそっち行くんや、離れてくれへんからギルティークラウンとか知ってる人いますか、あ、見ましたね、ただね、はい、そうそう、僕はそれ携帯で見ました、あ、ギルティークラウン、店長見てるらしいっす、すごいね、カンコレ、あ、カンコレね、 あれも人気ですよね、カンコレ、まあゲームがね、人気ですからね、私はワーキングも好きです、あ、ワーキング、面白い、面白いね、ファミレスの話ですね、そうそうそう、侵略イカ娘、あ、イカ娘は私見てたな、夜中に見てました、あ、結構みんな知ってるな、やっぱりラキスタ好きなら日常見た方がいいですよって言われてますね、日常ってやってたね、小日林はトラドラなら誰派ですか、うちはミノリンが好き、タイガですね、あ、わかるタイガ可愛いよね、いやもうタイガでしょ、手乗りタイガね、手乗りタイガ可愛いよね、あこれは3つ分かれますけどね、あのミノリンと、あの名前忘れた、名前モデルの子、北村えりさんがやってたやつですね、はい、ちょっとなあのごめんな、あのキャラの名前完全に忘れちゃったけど、グレン・ラガンパチが確定したと思いますよーってやってますけどね、ガーリンが家で一人であの花見て泣いてるとこ想像したらキショいわ一人でもう全部ガーリンイコール一人になってるけどね、一人かどうか分かんないよね、あのね、はい、泣くのは僕の勝手やまあまあね、うん、店長とお友達になれそうという人いますねギルティクラウンの言ってた人やね、ガーリンはデュラララとか見てましたか、あちょっとねストーリーまではね、はい、そこまでは見てないです、ね、あこれも結構元気ありますからね、あ俺芋は、あ俺芋私好きでしたね、俺の妹がだったっけ、こんなに可愛いわけがないやつ、あ見ました見ました、見てたんや店長幅広いな、まあ、キリノちゃんですねこれ、面白かったですけどね、はい、結構あの最終回物議かもしれないけどね、もうあの積んでる玉なんですねすごいな、すごいレシーブ力すごいですね、素晴らしい、ガーリンはスルメかじってミルキーホームズ見といてって言ったんですけど、ミルキーホームズちょっと萌えっぽいね、タイが可愛いけど、あミルキーホームズ知ってるんですか、面白い面白い、あれ面白い、いやーすみません小岩井さん、店長のレシーブ力半端ないですよね、いやーねえ僕、うん、来たと思う、来たと思ういやこの店長面白いなタイガ可愛いけどアミ、はいはい、だってね深夜って結構多いじゃないですか、まあやってるね、やってるやってる、アミちゃんでラブライブどうですか、ラブライブ面白い、はい、めっちゃ知ってるやんめ店長めっちゃ知ってるやんすごい、私ごめんなさい、ラブライブ実は一回も見たことないんですよね、ラブライブ見てください、えちょっと店長誰推しですか、僕ね、はい、なんかよく聞くんはのぞみちゃんとかね、あのニコちゃんとか、僕あれですよ、ニコちゃんです、ニコ、はい、ニコニコニーの子ですね皆さん、あの店長はニコちゃん推しらしいです、はい、ニコちゃんいいです、あカードキャプターさくら、懐かしい、フランプ懐かしいわ生徒会役員の持ってアニメの下ネタのぶっ込みでは嫌いじゃないと言われてますね今のガンダムの鮮血のオルフェンスっていうのが面白い、これよ、なんかやってるやつかな、あ多分、うん、やってますね今、天が店長が笑顔になるネタはアニメなのでまあいいじゃない、それでも、はい、逆に最高の KS アニメありますか、自分はゲド戦記と言ってますけどKS なんやろ、いやなんやろ、
そもそもケースって思ったアニメ見ないからな。そうそう、店長アニメ見るときの基準とかあるんですか。例えば A とか。やっぱり A は多いですね。あ、 A なんや、うん、まあ、声優さんとかいろいろありますけどね。声優さんもありました。あとは1話見てみてから。あ、なるほど、1話とりあえず見て、とりあえず1話か2話見て、はい、判断しますね。へぇー、まあ、店長ガチやなガチですね、ガチですね。すごいね。クラナド見ましたか。これ泣けるやつじゃなかったっけ、クラナドって。なでしこのパチ打ちましたかって言ってますけどね。なでしこは私配信でちょっと打ちましたね。てかこんなアニメ大好きな店長引くわーって店員思ってるかなって言ってますけど、ゴリヤマさんどう。ゴリヤマさん、いや、いいと思います。いやでも小姫さんはねアニメ好きやから話しやすいよ ね、まあ、ね、店長しばらくアニメネタでいじられそう、まあ、ラブライブ泣けますよ。いや本当に面白い。そうなんですか。泣けるやん。ほんまに一回見て。これこの間映画やってましたよね、ラブライブ。確かそうなんですよ、行きたかったんですよ。行きたかったんや店長行きたかったんや。さすがにね、一人じゃ無理やね。もう刺激連れて行ったじゃないですか。刺激は多分ね、見ないと思う、はい、あ、まあまあ、ラブライブは多分見てないね。森店長もアニメ結構好きですけどね。ミルキーホームズスロになります。あ、そうなんや。へえ、ガーリンクッソロリコンと言ってますけどそうなの、ロリコンなの。小日林とゴリヤマ、これから店長はアニメでいじれよ。そうですね。あ、魔術師オーフェンはと言ってますけど、オーフェン懐かしいな、見てましたけどね。私多分中学ぐらいやったような気がするけどな。店長ロリコンなんですか。違う違う違う。あ、ラブライブも見てたか。やっぱり友達になりましょう店長って言われてますね。いや、ラブライブはね本当面白いですよ。で、リンちゃんこそ思考。あ、リンちゃん派もいますね。のぞみ推しっていう人もいますけどね。え、店長が伊藤洋華堂のおもちゃ売り場で女の子に話しかけてるのを見ました。だ、ね、通報しました。勝手にね、話つくのやめてもらえますか。おもろいな。おそ松さんはって言うね。おそ松さんは知らなかったんですよね。おそ松さん面白いですけどね。はい。え、ガーリンって声優見て決めるのって言ってますけど。好きな声の方とかはいらっしゃるんですか店長。あ、でも釘宮さんいいです。あ、釘宮さん好き、はい、まあ、ツンデレ系ですけどね。昔はあれですね、林原めぐみとかです、ね、あ、まあ、王道っすね、もう鉄板、ね、綾波レイさんね、はい、ランマの女ランマの声とかやってましたね、はい、食いつきパネーって、はい、店長まるで俺やないかと俺やないかそういう人多分いっぱいいると思うけどね。今日自分円盤24枚あるから店長に送りますよすごいなガーリン紅白見てたと言ってますけど。紅白見てないんですよ。ラブライブのね、あのミューズでしたっけ。あ、出たんですか。出てたんですよ。へぇ、見たかったですかいや、あれも面白いですよ。面白いね、はい、そうそう、あの声優さんたち紅白で歌ってたらしいですけどね。明日吹田店は乙女に設定入りますかと言ってますけど、まあ、この辺は来ていただくしかないかな、はい、楽しんでください。言えたら苦労しないよね本当にデジモン好きやったという人もいますね。デジモン懐かしいですね。やっぱその辺の世代があるんですかね、ゴリヤマさんとかはね。そうですね、デジモンとか、はい、ああいうのが流行ってた時ですか ね、そっか。でね、店長は家でラブライブ見ながら一人でサイリウム振ってるんだなサイリウム振んのまあどうなんやろね、その辺はまあ想像にお任せします。なんかね、僕あれですよね、はい、そういう話をする頃あれですよね、どうぞなんか頭方向に話しちゃっていやいや、あの多分ね、リスナーはかなり親しみやすいなと思ってると思うんで大丈夫ですよ。大丈夫ですか。皆さんコードギアス亡国の秋と見ましたか。あ、これは見てないですね私、残念ながら。あれ第2章でしたっけ。これ確か OVA ですね、あの DVD で出てたやつだと思うんですけど。多分ね、はい、そうですね、まずそうそう見てないですね。あ、これは見てない。ちょっと見たかったんですけどね。あ、でも2つは見ましたよ。あ、2つ見たいな店長やっぱ幅広いな。俺は海田優子が好き。 あの声優さんね。あ、海田優子さんってあのパチンコの声優さん結構されてるような気するんやけどね。あのクイーンズブレードで多分出てたなかったかな。ハンターハンター面白いって言ってますね。はい、うるせえやつらどうですかって言ってますけど。うるせえやつらも面白いです ね木曜日は、オタクの聖地やなって言ってます、ね、確かに神戸中央も結構濃かったからね俺が今推してるのは石上静香って言ってますね。あれほど2次を3次元にするなと言ったのにってアニメ好きなお店で働きたいな、雇えよガーリーって言ってますけどぜひそうですね、アニメ好きな方あの吹田店どうぞ。俺一人でラブライブの映画見に行きましたよ。初めて行ったのが特別上映日でコールからサイリウムやら大変な上映を経験しました石上屋よ俺ポリゴン事件知ってますか。懐かしいね。ガーリンは女の子にお菓子いるって誘ってウィッシュでツールサロンで見れましたラチ関係赤で番やで、ね、
ガーリン店長、ニャルコさん見たことありますか？ニャルコさん、はい、ハイオレニャルコさん、はい、知ってますよ。これ知ってるんや。いやすごいな、この中の誰も誰よりも知ってるね、アニメ。知ってますね。あ、防護が来た。いえいえ、ここで働きたいならガーリーの弱み持ってゆすれば楽勝って。ゴリが完全に部外者化してるのはここだけの話。今何回転ですかって言ってますけど、これ天井はちょっともうむずそうですね。今2時になりましたけど、無理ですね、ここからは無理です。はい、クイーンズブレードの聖なるポーズについてどう思いますか、天井。いやー、いいですね。前回の、クイーンズブレードと今回のやつはどうですか、どっちの方がいいですか。前回はちょっとあの胸のね感じでしたけど、はい、どうですかね、どっちの方がいいですか。めっちゃ考えてるけど。ちょっと演出に行ってしまいました。パチ屋経験あるから雇ってくださいってことですね。じゃあぜひあのお問い合わせしてみてください。はい、お待ちしてますので。さすが人の上に立つ店長は白色って言われます。そりゃそうだろう、ガーリーは呼べいなくなってやることないんだよ、アニメ見るしかないんだよ。違う違う、前から前から。めっちゃ否定してる。バイアスさん、私の家でアニメ見ましょうって言われてますからね。店長は何でも知ってる。ゴリヤマさん可愛いよ、笑顔笑顔。ありがとうございます。ちなみに、戦国乙女の天井っていくつなんですかって言ってますけど、いつやったかな、999なんぼやったっけ。あ、ね、999っていう、うん、あのコメント来てますけどね。前々に胸の話はするなとあれほど、なんか見に来いって言ってるのね。はい、じゃあということで2時になりましたので、店長どうします、はい、演出いってます。はい、じゃあそれちょっと抜けるかどうかやりますか。じゃあちょっと店長の台1画面しますか、はい、アニメの話してガーリが生き生きしてる。はい、面白いですかね。いやー、さすが。あ、店長演出来ましたね。これ熱いやつですか、小日林さん。いや、弱い弱い、そこまで強くない。はい、好きなセクシー女優誰ですかと言ってますけど、店長。セクシー女優、店長セクシー女優よりもアニメの方が良さそうですけどね。セクシー女優、あ、抜けちゃった。セクシー女優分からんですね。あ、分かんないらしいですけどね。店長フリージング見てましたか。あ、見てました。見てた。いや、店長すみません、ほんまに幅広いな。びっくりした。はい、いやね、ゴリヤマさん全然分かってなかったもんね。はい、もう名前出てきても何も反応できなかったんです。小日林さん、ちなみに今出たアニメ、まあまあ分かってたんですか。全然分かんないです。あ、分かんない。あ、はい、その辺は見てないんか。もうなんかもう、あんまり もともと見ないので。あ、そっかそっか。はい、すごかったけどね。店長のあの、拾う感じがすごかった。はい、見たことあるっちゅうねなかったやんでね。西田店長、今日絵描きしますかって言ってますけど。やりましょうか。やらないです か木曜日一応、2部構成になってますけど。はい。まあ、追いかけテーマ何かあったら教えてください。じゃあね、ちょっとね、はい、絵がね、何かありますかね。昨日、あの会社説明会で画伯がまた炸裂しましたけどね。ピカチュウとか書いてました。そう、ピカチュウ書いてました。画伯はね、ちょっと違うからね。違うんですよ、画伯。またね、新しい画伯が生まれたんですよ。え、本社のあの、水畑さん。あ、水畑。はい、めっちゃやばかったですよ。面白かったですけどね。そうそうそう、会社説明会出ていただいて昨日一緒にお絵かきしたんですけど、面白かったですけどね。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。本日ね、新内の、戦国乙女と、ガンダムのスロットを打ちましたけども、じゃあゴリヤマさんからじゃあ聞きますかね。ガンダム軽く。そうですね、はい、まあ前のガンダムを売ってる方にはまあ面白いかなと。あ、なるほど。はい、で、はい、まあ演出も結構ね、やっぱり増えてるのがあるので、はいはい、売っていただいたら楽しめるんじゃないかなとは思ってます。まあ、はい、一応1時間ぐらいで、まあ、5、600枚ぐらいは出てたのかな。そうですね、はい、その後ちょっと続かなかったですけどね。そう、なかなかちょっと終わってからは続いてないんですが、はい、そうですね、はい、まあ、またその辺はぜひあの皆さん売っていただいてね、はい、あの確かめていただきたいと思いますけども、まあ、今日はこのお二人が戦国同盟の信頼の方を打ちましたけど、はい、じゃあ小日林さんからいこうか、感想、はい、まあね、もう実践もされてるということですけど、はい、はい、もう完全に好みですね。好み。完全に好み。はい、ゲーム性とかどうですか。いや、まあボーナス、まあ疑似ボーナス、はいはい、ストックさせていくタイプなんですけど、はいはい、まああの引きで何とでもなるかなと。あ、なるほど。まあ俺の引きならって感じなのかな。はい、はい、まあぜひその辺はじゃあね、皆さんも吸い立ても5台入ってますんでね。いや、まあ、あと何よりも絵が綺麗です。あ、絵は綺麗、絵が綺麗、ね、それはわかる。あの液晶はね、もう間違いなく綺麗なので、はい、はい、そちらも注目していただいてね、はい、
あと店長ね、今日もめちゃめちゃ乙女打ちたそうでしたけど、はい、実際どうですかね、今日。いやもう途中ぐらいからね、はい、アニメの話に集中してるもうすごいよね、もうどこでも拾うからびっくりしましたけどね。隣で見てて手止まってるなってずっとこっち見て喋ってましたからね。もう途中ぐらいからこう、はい、こうイヤホンにこう、そうそう聞こえへんわ何聞いてんの、そっちの方がね気になってしまう。じゃあ今度アニメ雑話したいじゃないですかね、はい、完全な、ね、はい、いや、本当に後半楽しかったアニメ雑話、まね、ばっかり言ってましたけど、いやリスナーさんね、やっぱアニメ好きな人も多いと思いますんでね、はい、まあ、その辺もこう広いね、あの既婚のチャンネル、レシーバーがいますんでね、はい、何でも、言っていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。あ、500万円以外は達成できてないから罰だねってこと。そうですね、今日はちょっとこう、うん、2箱、そして店長はちょっと無理だったので ね、 そうですね、これちょっと罰ゲームしていただかないとね、はい、はい、店長の実力を見せつける結果となったわけ ね、 ね、お絵描きは何描きますかって言ってますけど、ラブライブ描きませんかって言ってます。店長はニコちゃん描いてって言われてますけど、ニコちゃん、はい、絶対分からへん。てか店長の自分の家の外観お願いします外観、セーラームーン描いてとかね。セーラームーン懐かしい な、 ね、ラブライブの知ってるキャラ知らん。まあ、コーヒーワイさんと多分ゴリヤマさんは多分あれやね、じゃあちょっと知ってるキャラの方がいいよね。店長はまあ結構何でも分かるから、ニコちゃんとか言われてもちょっとすごい反応がおーんみたいな感じでしたけど、ニコちゃんね、ニコちゃん、コーヒーワイは筋肉バスターがいてって言われてますけど、あの体勢をかけますあ、行ってみます思い出して。じゃあゴリヤマさんどうする？僕なんですかね、アニメ本当にそんな見ないんでね。じゃあ彼女の顔描こうかそうしよう。じゃあ彼女の顔にしよう。それはダメです。それは、え、なんでなんで、それはダメです。え、でも彼女見てないんでしょ、ニコ生。いやー、見てますね。見てんの？見てますね。うっそ、はい、大丈夫や、大丈夫大丈夫。中山君のあのね、はい、多分書いてもね、わからんと思うから。わからんのかい。わからんと思う。嘘、ちょっと書いてみましょうよ。ガチで多分今見てると思うんですけどね。いや、見てたあれや。うっそ、あなたに私こういう風に映ってんの。いや、それはそれでまずいと思うんですけど。本当、でもまあ喧嘩なったらすいません、あのエンデック責任取れませんので申し訳ございません。あ、ならもうあのその彼女のどんな姿が一番、ああ、やっぱ姿なんや、はい、魅力的かっていう店長の好きな、はい、そうそう、まあそれでもいいかもしれませんけどね。今ちょっとあのお絵描きグッズ持ってきてますけど。ほんまにか。そう、ちょっと彼女の顔描こうよ。いやいや、もうあんまりわかんないね。だってわかんないさえ、いいじゃんいいじゃん。ちょっとあのじゃあここ紙置いとくんでね、はい、ペンと。じゃあ店長はニコちゃんにしますか。じゃあ、小日林さんは筋肉バスターでいいのかな。筋肉バスターでいいんですか。あ、ね、筋肉マン好きって言ってたから。ドライバーじゃなくて。あ、ドライバーの方がいい。書きやすい方でいいけど。で、一番書きにくいね。森山さんは、ドライバー書きやすい。嫁さんドライバー書きやすい。ドライバー書きやすい。へぇ、じゃあ、バスターの方がいい。え、これだけやで。まあ、確かにね。まあ、確かにね。じゃあこれだけやで。じゃあ筋肉マンの顔も描いたらいいんじゃないですか。筋肉マンの顔ですか。ああ、とりあえずニコ描いとったらいいや。まあね、じゃあ店長がニコちゃんかな。ニコちゃん難しいよね。そうそう、ニコニコニーのニコちゃんね。ああ、あ、じゃあとこれね、これあの映るんで。またレベル高いな、ニコニコに。筋肉マンの顔、何描くん。何描くん。彼女の顔やろ。ああ、レベル上げてマッスルドッキングにしようか。3割増しで描いとけばいいよ。バツ何するってことで、今日はね、チョコレート持ってきました。筋肉マン、これ食べてもらいます。あ、初めてそれ、ちょっとやばいな。ちょっとドキドキ。裏飯ゆうすけでいいよ。バイバイヒデ、ジャックババーでいいよ。小日林は筋肉バスター。あ、西田店長、バースデーソングもお願いします。お前ですか。はい、ガチみたいですね、これ。クロさんね、いいね、そのチョコレートはちゃんとリアクション取れる。そうね、これね、神戸中央とかね、いろいろ持ってたけどね。あ、バレンタインデーね、ボーっとやってますけどね。そう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 、ついね、またいつ渡せるかわかんないからね。今ちょっとお絵描きタイムになってますんで。ニコちゃん、じゃあ、お絵描きできた人から、すいた店の告知していただいてよろしいですかね。はい。ガーリン、よかったね、マイマイがチョコくれるってよって言ってますけどね。何それ、いや、何それ。そうね。一応チョコはチョコですけどね、うん、はい。今ちょっとね、お絵かきテーマ今それぞれ今日は違うやつなんで。いやゴリヤマさんガチであれやら悩んでんな。
いやそれはな、あとあとは怖いからな。いや即 LINE 来るんじゃん。何あれみたいな。じゃちょっとその辺の他の告知しとこうかな。あ、はい、いや多分ゲラゲラ笑ってる。ゲラゲラ笑ってる。はい、だから完全に、あこれあかん。いやこれあかん。伊沢店長スポーツは興味ないですかって言ってますけどね。ガーリン店長スポーツとか何かされてたんですか学生時代。あ僕はですねやってなかったですね。あやってなかった。はい、運動はあんまりお好きじゃないですか。そうでもない、はい、そうですね好きじゃなかったです。好きじゃなかったらしいですよ皆さん。はい、1月23日ね、十条湖ということで、東武機構なもエリア拡大しましたというねお知らせありますのでぜひこちら、来ていただけたらと思います。あと兵庫エリアもね明日、本日ね1月22日10店舗総台数5000乗った90台ということで、まあ、こちらはあの神戸から西ですかね、神戸中央、加古川とかね伊川谷とか姫路とかあの辺のねエリアが集結という感じで、まあ、総台数5690台ということで、まあ、こちら見ていただけたら分かるんじゃないかなと思いますので、神戸エリアの、ね、方も遊びに来ていただいて東部エリアも遊びに来てください。あとね吹田も、早く告知したいと思いますのでね頑張ってねゴリヤマさん彼女で頑張って書いてね。今の罰ゲーム手作りチョコですかね。手作りチョコちょっと作る時間なかったんで、あの昨日の店長集結で使えなかったやつ持ってきました。彼女とか地獄やなゴリヤマって言われてますけど。いやーこれなんか違う、違くなったこれあかんな。いやこれはちなみにねあのラブライブファンは怒らないください。さっき言っときますね。はい、今ちょっとねお絵かきしてますね。今日帰ったら修羅場やなと思ってます。あかんわ怖い怖い。そうや声優さんの名前忘れたわ。ニコちゃんの声優さん、はい、リスナーの方知ってるんじゃないですか。そうですよね。誰やったっけな、私ちょっとラブライブの声優さんわかんないんで。キンニングマンで耳あったっけ。あるよ。いや耳なかったってマスクやもんだって。え耳なかったっけ。マスクやもん。あったやっけ。いやこれとか今これ見てなんで。違うわ、あかんわ、やっぱ絵心ないわ俺。ダメや。じゃあちょっと誰、できた人、でも分かりますよね。じゃあそのさっきじゃあスイタ告知しましょう。それ終わってから発表しましょうか。はい、じゃあスイタ店の告知、はい、そうですね、一番こちらから見て右側から行きましょうかね。はい、はい、お願いします。誰が行きます。はい、あじゃあ小日林さんお願いします。はい、スイタ店最新、まあ、導入機種ということで、はい、ゼロだけすすい。まあ、分かりやすくね、分かりやすくね。はい、はい、CL0、これ、アマデジですね。アマデジですね。こちら何台入ってるんですか。2台あります。2台。はい。はい、あと、今日打ちました、戦国乙女とね、ガンダムと。はい、こちらは、いずれも同じ台数かな。そうですね、5台、5台。そうですね、ちょうど、対面に、設置してますんでね。対面に、あ、そうですね、ありますね、ここ。分かりやすいところにありますので。ずらっとね、はい、台数揃ってますんで、はい、ぜひ明日、うちに来ていただけたらなと思いますけども。遊びに来てください。はい。はい、あとね、バジリスクと、北斗、そうです、まあ、地域最大級ということでね、はい、これはじゃあの西淡路店よりも多いってことですか。そうです、はい、ですよね、地域 最大ということでおっしゃってましたのでね、まあ、向こうはね、西淡路なんでね。でもね、まあね、まあ、吹田地域はね、はい、まあ、それでもやっぱうちのが多いです、多い、なるほど ね、 多いです、はい、いや30代はすごいです ね、 ね、はい、ぜひこちら絆、トモもねまだまだ、注目機種ですので、はい、うちに来ていただけたらなと思いますね。はい、はい、あとこれあの西淡路かな、はい、ね、リフレッシュオープンしたということでね、はい、今日ちょっと昨日お休みいただいて本日また22日からまたリフレッシュ、しているということでね、まあ、ぜひあの白石店長にも会いにね皆さん西淡路、はい、あの遊びに来ていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、誰から出しましょうか。自信ある人。自信はないですけどね。小林うまいな。いやじゃあ筋肉小林さん行こうか。筋肉マンね。はい、いやこの後にこれ。いやでも筋肉バスターわけわからん。これ。じゃあどっちからいきます。筋肉バスターからか筋肉マンか。お、どちらが自信ありますか。筋肉マンは多分。筋肉マンは先行こうや。それだって筋肉マン行こうか。筋肉マン先ですか。はい、じゃあお願いします。どどん。あ、うまいわ、ね、あ、うまいうまい、ね、感じいい、はい、ちょうどこのマスクのこう、なんてやろう、取れそうで取れないっていうかね、うん、はい、うまいな、うまい、あ、うまい、おお、わかるわかるって言ってますけどね。この前ゴリラの絵もうまかったもんね。わかるもん、うまかるね、上手でね、はい、じゃあ次、キンキンマス行く。いや、めっちゃ笑ってるやん。いや、なんとなくわかるんだ。じゃあ行きましょう。
すごいなこれ。いやでもなんかでもちゃんとなんか頭が頭がね、はい、頭の位置とと。ええって言われます。でもこれあれです店長、あのマットまで落ちた時のガチャーンですよね、はい。いや無理やわ、ちょっとまた避けるから痛い痛い。すいません、さっきのクオリティ返せって。今度はラーメンマンですか。いや、時間かかると思ったんで。なるほど、まるで別人が描いたい。あのね、顔だけ描くのとこう、ね、体描くのって難しいからね。いや、そうなんですよ、バランスがね。そうですね、まあ、店長はじゃあ最後にしようかな、ニコちゃんはね。ちょっと怖いから間にちょっと間挟んどく、うん、じゃあ彼女、お名前出せます？いや、やめときましょう。やめる、あ、やめとくの。やめましょう。じゃあ、イニシャル、イニシャル行こう、イニシャル。イニシャル身内はな、もうそこな。まあ、まあ。何、何さん？イニシャル。T。T さん。めっちゃ考えてるやん。T で。下の名前で、いいよ、下でいいよ。俺、T でしょ。T でしょ。T さん。名前下の方、それ下の名前、そうゴリヤマさんの彼女 T さん、なんで考えてんの。ああ、そうです、下は T です。はい、じゃあ T さんで行こうか。なんで行くのだったら TK 小室、大丈夫。小室来月入るからね。や嘘やん、マジで、うん、じゃあ、ゴリヤマさんの彼女トモコかなと考えてますけど、ね、彼女の名前出てこない方が怒られないって言われてますけど、じゃあちょっとあのゴリヤマさんの、ね、彼女どんな感じが怖いよな。生え際おかしいもん。待って待って、指示して。はい。今書き出そうとしてるよね。書き出そうとしてる。怖いな。はい、ドン。はい、ドン。多分ね、今向こうでね。なってます。絶対なってます。怒ってない彼女。怒ってない。いや、笑ってると思う。これちゃん、ポイントどこですか彼女の。ポイント。はい。いや、それはポイントがあると思う。そう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 。ポイントと、あとやっぱですね、あのグッとくるし、あれですね、生え際おかしいか、生え際すごいこと。もう一回見して、もう一回見して、もう一回見して、生え際おかしくないですか、前髪と顔、髪なくした埼玉じゃないですか。デビルマンのキャラ確実に怒られる。ゴリヤマ修羅場頑張れ、怒られる、絶対怒られる。まあでも髪の毛は長いんですか。長いです、長い、ロングヘア、はい、後で完成回パターン、かわいいよ、困惑。いやー、じゃあしっかり怒られてください。帰った。もう帰ったら怒られる。じゃあ、お待たせしました。はい、ガーリン店長のちょっと、ねね、ラブライブニコちゃん。ダメだなこれ。ダメ。また昭和テンションなってるんじゃないですか。大丈夫ですか。なってる、なってる、なってる。ちょっと小日林さん、ちょっと確認しようなっていいですか。昭和なってないですか。昭和。店長やっぱりあれです。昭和来るぞ昭和。昭和来るぞってやってますけどね。あのラブライブは大丈夫。先週僕も言われて分かりました。はい。分かった。昭和です。昭和。ただじゃあはい。ニコちゃん楽しみって言ってますけど。まあね、あの、はい、ちなみに思い出しました。はい。空丸ですよ。あの声優さん。あ、声優さん思い出した。はい、よかった。ちょっと見てないかな、昭和テイスト見てないかな。ただ店長、僕あの元がわからないので。あ、元のね、元は後でちょっとあのグーグルで見てもらって、なんとなく雰囲気をね、そうそうそう、感じてくれたらいいな。ラブライブは待機してますよ。怖いなこれ、あれこれ怖いね、荒れるよねこれ。荒れますよ。すいません、じゃあね、西田店長推しのニコちゃん、本当にさっき言ったけどごめんなさい、ごめんなさい。ニコニコ絵のタッチほんま昭和っすね。ちょっとじゃあちょっとそのままで、はい、なんか昭和昭和昭和ってやってる。昭和昭和の意味がなんで昭和。いやいや、絵のタッチがね、ほんま昭和。あ、ニッコニッコニーって言ってって言ってますけどね。そうそうそう、うん、おおって言ってます。おおえ、昭和でしょ。昭和、完全に昭和。どっちかというと昭和っていうより昭和が多い。昭和し、コメントが一瞬止まった。ニコニコニーって言われてますけど、ね、そうそう、はい、昭和のニコちゃんですね、完全にね、はい、いや昭和テイストやもんね、なんか絵がね。いや店長、まあ、ここにも画伯いましたね。昭和画伯。はい、昭和画伯。いや楽しみですねこれね。またあの西淡路持っていってちょっと採点してもらおうと思ってますんで。よろしくお願いします。あかんな。よし、全員にこれはチョコ食べささなあかんわってことでね。じゃあ、1人1枚ね、こちら、罰ゲーム、おなじみの18金。それかー。じゃあこれ1つずつ、はい、それかー。はい、どうぞどうぞ。え、これ食べても大丈夫なんですか。食べても大丈夫ですけど、次の日ちょっとお腹がね、
いや年がら年中 PP なんですよ。俺も結構お腹弱い方やから、ね、はい、うん、あその絵明日ホールに飾ろうってやってますラブライバーおったら激怒するんじゃないですか誰やこれ、そう、いけるわって、ね、ニコラブライバーに暗殺計画持ち上げられる皆さん、あのすみません、石田店長の思うニコちゃんなんで、はい、僕はあのすごくね、はい、ちゃんと書きたかったんですよね。そうですね、まあ好きだからね、はい、心ないんでね、いやいや、昭和だね。じゃあちょっと待って、行くんやったら一緒に行こうや、一緒に行くの、あ一緒に行く、行くときは一緒だ、はい、ちょっとやばいかな。じゃあ匂いはそうですよ、あのチョコレートなんでね、普通に。じゃあいただきます。はい、じゃあいってらっしゃい。あっからなんか変なやつ、絶対飾ってください。赤しちゃうからやられるこれ。かんって。食べてる。やばいやばいやばい。うーわうーわうーわ。はい来た、はい来た。無理しないで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 。うーわ。無理しないで無理しないで。これ何？あのね、右目が飛び出そうな、右目が飛び出そう、痛い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 、これ上張り付いてるんだけど、はい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 、応急処置した方がいいようわ、辛っ。あちょっと待って、ほんまにやばい、これあかんあかん、あとかで、ああああ、スタッフルも入ってるこれはダメでしょビックル、ビックルのね、ビックル、はい、皆さん、すみませんね、そして、誰もいなくなったということでねえねえ、これはこれはやばい、ねえ、うわおもろいな、3人ともなねえ、これきついよね。うわちょっとレベル上がりすぎガチで罰ゲームだった。あ飲んでも取れへんかねえ、いやこれね、このチョコレートマジでマジでやばいんで、あの試したい方ちょっとネットで買ってみてください。これ取れないっすわ。いや水はきついと思いますよ。あの多分乳製品とかの方がいいっすよ。でも買っちゃったし。紅茶家電とかあの辺ね。音声がつながってる。痛いこれ、ほんま痛い。いや涙がキラリ。あのリアルにジュース買ってますからね。カシャカシャって聞こえました。グイグビ飲んでますね、ゴリヤマさんね。ゴリヤマさん2本目ですかね、あれ、ね、ありふれた悲しみのあって、氷があれば水に含むといいよってね、言われてますけど、ゴリヤマさん、ゴボゴボ言ってますけど、うわめっちゃ飲んでる、きつ、あ、紅茶か、あ、紅茶姫飲んでる、やっぱりこれめっちゃきつい、きつい、いやいや体の毛穴全部開きそうな感じ、うん、ねえ、やばっていうかね、痛いわ、そうそう、辛すぎると水だけだとあんま効果ない、いった、大丈夫ですか、痛い、はい、ということでね、お疲れ様でしたまあね、本日は、木曜日ということでね、キコーナー吹田店からお送りさせていただきました、はい、来週は、キコーナー西淡路店からの放送になると思いますのでね、はい、ぜひあの小連れ店長のお絵描きまた見てあげてください、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、明日はね、同じ北山エリアの、茨城サイトからの配信になりますので、サイトね、ちょっと久しぶりなんで、はい、またあの金曜日、見せたもん勝ちなんでね、見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします、はい、あ3人ともいいリアクションだったよってありがとうございます、これリアクションじゃなくてガチなやつやからね、ガチ、はい、芸人ちゃうからガチなやつやからね、ぜひ、皆さん引き続き見ていただきたいと思います、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ということで、本日こんな感じで終わりたいと思います、それではお疲れ様でした、はい、さよなら、さよなら、今日ね、吹田店に来てくださいね、皆さんよろしくお願いします。